はい。こんばんは。新州読書会の宮沢です。今日は2024年の9月6日です、えー。今日はメルビルの初期バートルビーという作品で読書会をやっていきたいと思います。メルマガに登録していただきますと、読書会にご参加いただけます。えー、よかったら登録してください。メンバーシップでも制読コンテンツやあ歴史の解説音,音声等、 あと、雑談のアーカイブスを公開しております。190円からご登録いただけます。490円の方では、えー、フランス革命のコンテンツが全部ご覧になれます。190円の方でも20本ぐらいアップしてあります。えー、ご興味あるようでしたら、定額の190円のものから聞いていただいて、えー、課金していただければ、 490円、1190円の方がたくさんコンテンツが効きますんで、まあ、あのー、ためになるようだったら、ランクアップしていただければと思います。えー、では、やっていきたいと思います。あ,あと、チャンネル登録、グッドボタンですね。ご協力、お願いいたします。えー、おい、元気ボックスさん、パンダさん、橋本さん、こんばんは。あ、トトさんもコイングありがとうございます。あ、さくらさんもお茶爆ありがとうございます。 えー、ではですね、あらすじを紹介したいと思います。一応ね、あのー、今日使うテキストはご定新約文庫版を使言いますあ。岩波版で最初私読んだんですけど、ちょっと岩波版は役が古いっていうかね、ちょっと読みづらかったんで。えー、ウィキペディアにですね、あらすじがありますんで、えー、読んでいきます。 え、あらすじ。語り手はウォール街の一角で法律事務所を営む年配の男である。はじめ、彼はターキーとニッパーズというあだ名の二人の筆行。筆行っていうのはまあ人間コピー機ですね。法律の文章をですね。このコピーを作んなきゃいけないんですけど、昔、これ1853年に発表された、えー、作品でもう150年以上前、日本がまだ明治維新も行ってない江戸時代の <laughs> 作品です。アメリカでもまだ南北清掃になる手前ぐらいか。 発表された作品ですんで、えー、この頃コピー機がないんで、えー、法律文書ですね、弁護士事務所でこう、まあ、訴訟とかあって裁判所とか提出する書類、写しを取らなきゃ、それを専門に写しを取ってくれる引っ越、一斉とか引っ越って呼ばれる代書人っていうのがいまして、えー、ターキーとニッパーズっていうのは元からも働いてた人ですね。ターキーっていうのはなんか、 午前中は集中力があるんですけど、午後になるとイライラしてきて乱暴な口叩く人ですね。ニッパーズっていうのは、えー、午前中はなんか調子、消化期間がなんか <laughs>、胃が悪くて、午前中不機なんですけど、午後になると入れ替わりで調子よくなるみたいな。あと、ジンジャーナットというあだ名の雑用係の少年がいます。で仕事が増えてきたので、新たに代書人を雇い入れることになりまして、広告を出したらですね、バートルビーという、 え、品はいいけども、どこか正規にかけた青、青、白い青年が来たんですね。で、このバードルビーは、最初のうちは、非凡な量の筆行をこなしてたと、コピー作ってたんですけども、しかしある日から、所長に呼びかけられて、この語り手である所長に呼びかけられて、えー、書き写したものの点検のために読み合わせをするんですね。間違いがない、四部、コピーができたら四部を、 従業員4人でこう読み合わせして間違いがないかやろうとしたら、えー、しない方がいいですって言い出したと。I would prefer not to しない、しな、せずに済めばありがたいのですが、しない方がいいんですって言って、えー、再三、所長の頼みを拒否するようになります。えー、で、そのうちですね、自分の筆行、筆者の口述もこと、コパちょっとしたこ、ま、あの、 用足しですね。ちょっとなんか買ってきてくれって頼んでも、ちょっとコンビニ行ってきてくれ的な雑用も拒否し出すんですね。で、最初は筆行、筆行だけはそれでもやってたんですけども、筆行の口述か、だから読み合わせはやらなかった。えー、で、決して自分のねコピ、人間コピー機の仕事以外やらないようになってしまって、えー、で、まあ、最初は所長は向かっとくるんですけども、でもまあ、 いつもそこにいて、まあ、なんかね、仕切りの中にいるんですよ。一坪半坪ぐらいの仕切りに机を当てがられて、目の前に窓があるんですけど、その目の前の窓にはすぐ、隣のビルが建ってて、上から空の光が差し込んでくるぐらいのね、なんかもう小部屋っていうか、えー、なんか、そういうとこに、で、閉じこもってずっと引っ越の仕事をやってます。で、で、だんだん言うこと聞かな、あの、命令を拒否するようになると。 だけどまあ、あの、気の毒だと思ってね、多めに見てたんですね。で、でもしかしある日、一行の仕事すら拒むようになりまして、ただいるだけになっちゃうと。事務所に。えー、で、解雇だと。もう仕事しないなら解雇だって言ったら、あのー、行かない、出てかない方がいいと思いますって言って <laughs>。出てかないんです、事務所からね。いつまでも事務所に居座ったままで。で、休日、たまたまこの所長が言ったら、休日もね、なんかね、 ほぼ裸の状態でね、あのー、なんか、事務所にいるバートルビーを見つけてびっくりするんですね。で、これは困ったと。で、退職金ね、多めに渡して辞めてもらおうとするんですけども、結局全然立ち去らないんで、えー、自分たちが引っ越すってことになったんですね。所長はもうバートルビーを置いて事務所を引っ越して、あの引っ越していっちゃうんですけども、 引っ越した先で前の大家から電話が、電話っていうかやってきてですね、あなたが立ち去った後もね、あなたのところの従業員が建物に居座ってるってことを言われましてで、仕方なく会いに行ってね、新しい職業をなんかこう斡旋したりしてやろうかっていうんですけども、全然行かない方がいいと思いますみたいな感じになっちゃうんですね。で、困ったなと思ったら、そのうち、まあ、前の建物の親から連絡があって、 まあ、不老者をね、収容する、カカパと呼ばれる刑務所に送られたと、バートルビが。で、えー、なんか、まあ、やっぱりちょっとね、心に引っかかるものがあってあ、一応ね、その、刑務所に行ってね、事情を出頭してね、供述してほしいって、前の方やから言われたんで、行ったんですね。で、行ったら、まあ、刑務所に <laughs> バートルビーがいたんですけど、中庭にいたんですよ。で、なんか、まあ、あの、ご飯食べないんでね、どんどん痩せこけてきちゃって、 気の毒で。で、そこになんか、まあ、刑務所の売、売店というか、刑務所にね、食事を納入してる業者がいて、なんか美味しいもんをね、あなたの、そのお知り合いが入、入所してるようだったら美味しいもんをね、あの、差し入れることができますよって言って、この所長はま、ちょっと気の毒だったんで、えー、お金をその業者に渡して、食い物屋にお金を渡してね、なんか、ちょっと彼に栄養のあるもん、 与えてくれって頼むんですけども、えー、結局ね、食べない方がいいと思います、こう言っちゃうわけですね。えー、で、ある時ですね、えー、また行ったら、まあ、様子を見に行ったらですね、えー、数日後、まあ、中庭で石をまぐらに死んでたんですね、バ <laughs> ートルビーが <laughs>。ういうことになります。で、いうことになります。で、バートルビーはね、元々 まあ、噂の風の噂でバートルビーが前何やってたかと。法律事務所に来る前何をしてたかっていうのが明らかになって、郵便局の、まあ、デッドレターオフィスってところにいたんですね。配達、宛先不明の、で帰ってきちゃう郵便物を処理する部署にいたんですよ。で、宛先不明のね、郵便物を結局焼却処分したきゃいけない。1年間に2車ぱ杯分ぐらいの、 え毎年焼いてて、その仕事に従事してたと。その仕事が、時には、えー、折りたたまれた手紙から指輪を取り出したこともあると、その指輪がはめられるはずだった指輪、もしかするともう墓の下で朽ちてるかもしれない。球場を救おうとして追い過ぎで送られた紙幣。その紙幣は、救うはずだった男はもはや食べることも見えることもなく、えー、死んでたかもしれないと。 えー、自暴自棄になって死んだ者への許しの手紙、絶望のうちに死んだ者への希望の手紙、救われない風によって、悶絶死した者への切符、人に伝える使命を抱きながら、これらの手紙は全てし知恵と急ぐのです。ああ、バートルビー、ああ、人間のせいよ。って言って終わります。えー、ということでした。じゃあ、あのー、感想の紹介し、いきたいと思います。まあ、なんていうの、カフカのね、変身とか、断食原人とか、 あるいはゴーゴリの街灯とかね、ああいうのに似た、不条理系の作品として有名で、まあ現代思想家ですね、ドゥルーズとかデリダとか、アガンベン、モリス・ブランショ、こういう人たちが、このバートルビーとは何かみたいなことですね、結構熱心に書いてるってことを、えー、ウィキペディアはには書いてあります。まあ私もこの期間にね、アガンベンのバートルビー偶然性について、 読みましたけど、全部。<laughs> まあ、それは雑談でお話ししたんで。えー、さ哲学的な解釈についてはちょっとややこしいんで、それは置いといて、今日はまあ、読んでいただいての感想をですね。皆さん、もうたくさんね、今日も、私も含め11、11も感想分出てるんで、えー、ご紹介していきたいかなと思いますけど。じゃあ、トップバッターはヒカルさんですね。ヒカルさんが、ヒカルさんともう一人、森崎さんという方がですね、バートルビューやってくれっていうですね、 あ <laughs> の、リクエスト、雑談中にね、バートルビーについてどう思いますかってね、あの、書き込んでくれたんで、まあ、それで私も、まあ、持ってたんで、岩波文庫はねで、バラバラ読んだら、まあ、面白そうなんで、課題図書にしました。ヒカルさんは、ギリ堅く <laughs> 参加 <laughs>、自分が <laughs> 推薦した手前に参加しますということで、初参加ですよ。読み上げていきますね。えー、バートルビー感想文。 環境変化、ブルシッドジョブ、静かな退職という3つのキーワードから作品を読み解いてみた。1、こう取り巻く環境変化、変化、所長にフォーカス。社会のシステムやルールが変わり、時代が変化するときそれをチャンスとする少数派がいる一方、その過渡期を生きるのに困難を感じるのは多数派であろう。生き延びるために自分も変化して自分を納得させるなど、うまく立ち回らなくてはならない。 この物語の語り手である法律事務所長はそもそも野心がなく、ラグな生活が理想としている。えー、これなんだっ,たっけ公平法。公平法ってなんか法律があったんですよ。なんか不動産のね、なんか書類をいっぱい出さなきゃいけない法律が実は、その、ウォール、これウォール街の話なんですけどね。 えー、公平法ってなんて、この仕事がね、一時その規制があった時、見入りが良かったんですよ。この法律事務所、公平法に関する依頼がたくなって。っていうのは冒頭に書かれてました。で、えー、公平法の改正の前まではうはうは仕事があったのに、改正後はもう楽して儲けることができなくなったなど、うちを言っている。 もう一つは、自分を取り巻く人という環境の変化である。親ガチャという言葉も流行ったが、家族も含め選べない。所長は自分が宿った社員にたちにさえ悩まされ、社員たちに気を使ってさえる。これにバートルビーが変調をきたし、所長の苦労が増す。バートルビーも確実に周囲に影響を及ぼしているのである。二、プルシットジョブ。バートルビーの職業は代償人筆行である。正確さ、綿密さ、忍耐を要するが、付加価値を生まない。 クリエイティブで,でもない。野心的な人間がやる仕事ではないだろう。これは現代でいうところのブルシットジョブに該当するのではないか。コピー機もパソコンもない時代。また、19世紀前半のアメリカという国の溶濫機は、契約書や訴訟のようなホワイトカラーの仕事が増え始めた時代であったのだろう。3、えー、静かな退職、クワイエット・クイッティング。いきなれいだが、ワーク・ライフ・バランスが叫ばれて久しい。 さらな、さらにコロナ禍以降、在宅勤務も増え、サラリーマンの価値観が変わり、米国、アメリカで静かな退職、クワイエットクイッティングが話題になった。静かな退職とは、実際に会社を辞めるわけではないが、給料はもらうが、野心などなく、所定の職務をこなすだけというものである。これはアメリカだけでなく、日本でも同様の現象に見える。会社の飲み会に行きたがらないものは、もう今は珍しくない。 コロナで会社の飲み会が減り、ありがたいと思っている人も少なくは、少なくない。各言う私もその一人である。会社の飲み会を断るのは,は勇気がいるもので、これはバートルビーに,に少しであるが、共通するところはないだろうか。会社の飲み会に行かない方がありがたいのですか。I would prefer not to。これは何だろう個人主義化であろうか。まとめ。当初この作品を読んだときに、バートルビーの行動が何人に対する抵抗なのか、あるいは何に絶望してしまったのか、などと考えたが、 じっくりしない感じだけはずっと心に引っかかっていた。またこの作品が出版されたのが1853年。日本で言えば江戸時代の終わり頃、ペリーの来航の年だと思うが、なぜか妙に親近感みたいなものを覚えていた。今回初めて少し視点を変えて環境変化、プレシッドジョブ、静かな退職者というキーワードから考えて感想文を書いてみた。新たな読み方ができたと思っている。またじっくり読んでみたい。お読みいただきありがとうございました。終わり。ありがとうございました。 まずですね、語り手は所長なんですね。だから、この所長が全部本当のこと言ってるかどうかわかんない、疑わしい語り手っていう <laughs>、あのー、言葉がありますから、けれども、三人称で誰かが書いてるわけではなく、この所長が言ってるんで、この所長の習慣が混じってるんですね。で、りかし、社員に振り回されておりまして、このニッパーズとかターキーとかもかなり悪の強い感じの筆行なんですけども、まあ、バートルビーはそれに比べればね、 あの別に穏やかで物静かで最初は重宝してたんですけども、急に I would prefer not to, to しない方がいいのですって言い出して、あの命令した職務をね、やらなくなるんですね。ということになります。さっきも言ったように平行法、平行法、平行法、公平法っていうのですね。えこれが身入りのいい仕事、改正前まではいろいろそういう仕事があったんですけども、 まあ楽して儲けられなくなったってことありますね。まあ、まずね、ここ、ウォールストリート。金融。今はね、ウォールストリートって、オキュパイウォールストリートとか言ってね。まあ、ゴールドマンサックスだか、ブラックロックだか。まあ、すごい投資、なんか投資会社みたいなのいっぱいあってね、世界経済動かしてるどうじゃないですか。まあ、金融資本が動いて、世界中の金持ちがお金預けたり、お金預けてないのか。<laughs> な、なんて言うんだ。 まあ投資家がたちがねあ、まあ資本、資本ですよ。蓄積した資本を使ってこう儲けたいっていう人が集まってると思んですね。まあ当時もそう、もうそうだったんでしょうけど、そういうなりかけでた頃が、まあ一番なったのは南北戦争の後ですよ。それまで、ね、アメリカもね、貨幣がね、統一されてなかったんですよ、えー。南北戦争で南部が負けて、産業資本優勢の北部の、なんていうんだう、市場経済みたいなものは、金融システムが全部アメリカを統一していくんで、 まあそれによってすごい発展していくんですよ、確か。だか風と共に去りぬみたいなのはね、まだ南部が勝手なね、なんかプランテーションとかあってね、あのー、なんかその大規模農業をやりながら、なんか全近代的な生活を見届けてたんですね。これはまあ全部、風と共に去りぬの読めわかりますけど、全部破壊されて、北部の金融資本に全部抵当に入れられて、没落していくんですね。風と共に去りぬと、あとは欲望という名の電車とかね、 まあ、あれ、フォークナの,の小作品に関われて、南部の人たちの没落していく様子がね、あれは全部北部の人たちの金融資本にやられちゃったってことになってる。ああ、あと、あれか、スタインベックの、<laughs> 怒りの武道もそうです。で、まあ、そういうところで働いてるんですよ、バートルビってね。ええー、まあ、小取引は全部ね、文書管理が必要なんで、契約書作んなきゃいけないだだから、引っ越って仕事が、ええー、大切なんですけども、 まあ、この所長もありがし、まあ、いろいろ、社会のシステムはルールが変わって翻弄されて従業員と共にね、まあ、いい、中小企業の親父みたいな感じですよね。で、バートラビーにもね、すごいね、恩情をかけてね、優しくしてんです。一応、なんか、よくわかんないやつだけど、なんとかしなきゃ退職金も多めに渡したりね、あの、転職するなら探してやろうかみたいなことも、まあ、でも最終的に刑務所に入れられてからもう差し入れ持っていくわけですから、まあ、そういう人だということですね。 えー、で、まあ、えー、そういう過渡期だったんじゃないかってことですね。で、ブルシットジョブっていう本があるんですね。ちょっと私読んでないんで、ちょっと、これを機会に借りてきて読みやかったんですけど、ちょっと忘れてました。えー、これはね、なんかまあ、世の中でやっぱりやってもやらなくても同じような仕事があるってことですね。あんまり付加価値が上がらないけど、まあ、お役所仕事なんかは割りがしそういうのは多いのかもしれないですけども、まあ、文書管理みたいな。 えー、で、さらにはコピー機もパソコンもない時代には、うん、全部手書きでやんなきゃいけなかったわけですね。筆行っ,って、もうただ人間コピー機ですから。クリエイティブでもないし、副価価値も、うん、まあない、えー。だけども、まあアメリカって契約社会ですから、もうみんな移民できて、ちゃんと契約書作って、法律にのっとって、社会を回していくと。まあ日本と違うわけですよ。なんでもすぐ訴訟沙汰になるっていうか。 <laughs> ていうか <laughs>。まあ、ちゃんと法律の体系にのっ,とって、こう、人々がビジネスをするとかなってんですね。まあ、そういうふうにできてった国なんで、こういう筆行の仕事とか、弁護士、弁護士の数も多いし、ということですね。だけど、その中には、あんまりこの、まあ、人間コピー機みたいな仕事も <laughs> 生まれてしまうってことですね。 まあ私もね、事務仕事してましたけども、ほとんど意味がないと思いましたね。やって自分のやってる仕事が、まあなんか、新しいソフトができれば、会計ソフトができれば、派遣社員の問題ってそうじゃないですか。Windows95 が出てきてから、急に事務仕事が、派遣社員がやるようになったんですよ。今まで手で伝票とか書いてたんですけど80年代ぐらいまで。で女,女性も男女機会、雇用機会均等法とかでね、なんか事務職で、 大手企業に入るけど、まあ、結婚したら辞めていくみたいな風習があったんですけども、それすら90年代半ばぐらいから全部パソコンですよね。会計ソフトとか全部、伝票制作ソフトとか、今、横ナス子さんが出てるようなね、なんか、<laughs> 会計ソフトの CM とかあるんじゃないですか。なのでだ、だんだん人がいなくていい。あるいはアウトソーシングする。あるいは派遣社員。正社員じゃない人がやる。こういうことになって、ブルシッドジョブっていうのは正社員がやるはなくなってくるんですね。 思ったらどんどんんりましたよね、えー。だけど、この頃は、まあ、コピー機もパソコンもないからバトルビューみたいな働き方があったということです。であとは静かな対象クワイエット・クイッティングっていうのが今あるんですね。あもうそのバリバリ働いて出世しようってことではなく、給料はもらうけど所定の職務をこなすだけっていう人が多いと。あとまあ職場での飲み会。 あ昔はね、給料差があったんでね、部長がやっぱり新卒社員の10倍ぐらい給料もらってるってケースがあったんで、あの、飲み会に行ってもおごってくれたんでしょうけど、全部。今もう、部長クラスと、<laughs> 失われた30年、部長は新入社員の2倍ぐらいしか給料もらってない可能性がある。1.5倍かもしれない。あんまり変わらない。そうなると、おごってもくれなくなると。 で、怒ってくれない飲み会。昔は怒ってくれだからみんな行ってたんですよ。で、怒ってくれなくなると、それはいけない。割り勘でなんか行きたくないじゃないですか。割り勘で気使って飲んで飲まなきゃいけない,みたいな、ね。それもあるでしょうね、おそらく。あ、それが私は一番それがあると思う。あと、まあ、あれですよね。まあ、あの、首都圏なら、都市部ならどうかってあれです田舎だとね、もう飲酒運転がすごい厳しくなった。だから飲み会なんか行けないんですよ。あの、駅から離れたりしてるらね。だから飲み会がなくなったんじゃないですか。 え、で、クワイエット・クイッティングって形で、まあ、もう、でも自分が陳労者、契約して陳労者だって思って働いてるんですね。今、年功序列就寝雇用があった頃は、会社と一体化して生きてたんですけども、今もうだんだん静かな退職っていうか、まあ、必要以上のことしないと。割り切って生きてる人は、まあ、会社もね、副業、副業を進めたりしてますからね。 賃上げできないとあれはあと副業してくれ、みたいなね。なってますよね。で、まあ、アメリカでもそうだけども、日本でも、昔は飲み会を断られなかった。なんか会社のね、お祭りに会社で出てるとかね、会社のゴルフ大会とか、会社の野球大会とか、なんか出なきゃいけない。休日になんでそんなもん出なきゃいけないんだ。なんかね。えー、そういうのがあったんですけど、もう行かない。Hi would prefer と言えるようになってきたってことだね。 ちょことを書いていただきました。えー、その部分から見ると、もう、はっきり言えば200年前ぐらいのお作品なんですけども、バートルビー的な珍労働者ってのは今もたくさんいるっていうか、いうことはわかりますよね。で、そういう抵抗をすると、しない方がいいのですがってなんで、何に絶望したのかってことですね。えー、この辺のことを書いていただきました。 まあやっぱ資本主義。まあ資本主義はこういう人を生んでしまうということがあるじゃないですかね。やっぱね。いや資本主義って言うと、ちょっと概念が多すぎるんですけども。大きすぎるっていうか。<laughs> ちょっと解像度が低いですけども。<laughs> なんでこうなってしまう現代でもこういう人は現れそうだってことですね。でまあこういう抵抗する人がね。クワイエットクイッティングみたいな抵抗ですよね。 えー、する人があると。いうことですね。えー、ということでした。じゃあ、ヒカルさんありがとうございました。えー、あ、マコさん、こんばんは。あ、デュークさんもこんばんは。昔は飲み会から仮のタクシー代まで出してくれました。そういうことなんですよね。だから、別にもう、一銭も払わなくても飲み会に出てたわけです。おそらく。 そ,のそうじゃなくなっちゃったからね。<laughs> それはもう失われた30年で全然儲からなくなって。ということでしょうね。ありがとうございました。えー、では続きまして、ベルマガ読者トトさん。初期バートルビーメルビル感想文。今のは空耳だったんだ。公文社法典新訳文庫31ページ。 以前、問題のある後輩になぜそんな嘘をつくのと聞いたことがあった。そして彼女は、私は気にしませんからと答えた。一瞬これは夢なのか、今立っている場所がどこかなのかわからなくなるような思いもよらない言葉に、呆然自質としたことがあった。1850年代法律事務所で書類を移す仕事。法律筆行人バートルビーという男を、弁護士であり雇い,人雇い主の私の目線で語っている。 そして期待していた初期バートルビーに仕事で頼み事をするとことごとく拒絶されてしまうというとても奇妙な出来事が起こる彼の心に何が潜んでいたのか私はしない方がいいと思います I would prefer not to と驚愕の言葉を劇場的ではなく静かで真面目な態度のこの拒絶が何回なのだよほど暴れてくれた方がわかりやすいと思う引用はじめ 前例がない形、また過激なほど非合理的な形で断定されると断定された側の人は、どんなに徹底した信念を持っていても立ち退き始めてしまうものです。不思議なことかもしれませんが、そんな目に遭った人は全て、すべての正義もすべての道理も、もしかしたら相手側にあるのではないか、相手方にあるのではないかなどとぼんやり思い始めるものです。36ページ、りに終わり。 この雇い主の言葉がまさに私は気にしませんからと言われた瞬間の私の気持ちだった。もしかしたら私が間違いと首を横に振っていた。雇い主は若干一人終わりの親切を満足しながら与えているように思えた。周りに自分がどう見えているのか気にしながら、しかし人柄はとても良いのだ。こういうタイプの経営者にはなぜかかなり難しいユニークな部下ばかりが寄ってくる。破天荒な部下たちを合わせて 部下たちに合わせている感じがちょっと情けなく見えてしまった。こんな理不尽なことを繰り返し言われても悪意のない彼を何とかしなければと思っている弁護士がパートルビーの見えない何かを感じ取っていたようにも思えた。何か思考の考えが彼の中に働いて彼を解き伏せあのように言わせたのではないか。35ページと彼の優れた部分が経験から見えたのか。 バートルビーは沈黙の中に何か動かないものをも静かに持ち続けてそれを貫こうとしているように私には思われた。ビルの壁に囲まれた事務所、さらに緑色の折りたたみ戸で仕切られた狭い空間がバートルビーの安心できる居場所であっただろう。ただそこにいられる場所のみを私に与えてくれと無言で欲しているように感じた。圧倒的な孤独感、それは雇い主の目から見えたものであって、バートルビーはすでに自分の運命を自分で決めていたと、 ある意味、振り切れて心は自由であ、自由だったのではないかと。そして、彼の魂はもう別の場所へすでに向かってしまったのではなかったかと想像してみた。今、ここに存在しなければいい。できればそうしたい。どこよりも誰、どことも誰とも全く繋がりたくないというバートリビーの静かで穏やかな声が聞こえてきそうだった。 いつも壁を見つめていたのはなぜだろう壁の奥にある完全な世界を感じていたのだろうかもはやこの世の景色など眼中になかったのか静かに死ねる場所を探していたのかもしれないと深い痛みと穏やかな冠水を望んでいたように思えた。パトルビーは前職で郵便局員として配達不能郵便、デッドレターズという届かない手紙を毎日荷車いっぱい、毎、毎年ですね、毎年荷車いっぱい焼却していたという。 届くはずの相手はももすでになき一緒になっていた。届かなかった手紙のそれぞれの差出人の思いの深さが突き刺されるように彼の心を蝕んでいったのだと。泣き殻を燃やすより強い思いと心を燃やすような罪に苛まれていたのだったろうか。そして彼は生きている今の世界を彼の視点でくまなく見破り見限っていたのかもしれない。ただ写すだけの書類がどのような結果を引き起こすかが想像もできず全てが意味を失ってしまって、 絶望の中にいたとしか思えなかった。最後にたどり着いた墓場、刑務所で、あの緑大き庭で食事を拒否し、餓死したことは、空抜き通したバートルビーの強い意志だったのだと、そこまでしか考えられなかった。終わり。ありがとうございました。えー、ご自分の体験で、なんでそんな嘘をつくんだって言った私は気にしませんって言われたと。<laughs> とんでもない後輩がいたっていう話から。 つかみやオッケーみたいな。書いていただきました <laughs>。まあとんでもない人は、まあ社会に出るのはね、やっぱとんでもない人いますからね。えー、ということで。ね、まあこの雇い主から見ればね、急に業務を拒否しだして。でもまあ優しいんですね、この人ね。あのー、語り手はね、えー。で、まあ割りし情報してたんですけども、まあ彼の中に何か、 思考の働きがあって、思考な何か呼びかけが <laughs> あったのではないかと。いうことを35ページに書いてあると。いうことですね。まあ、ガンベンいう人はね、この人は天使なんじゃないかと。<laughs> 何かを伝えるためにやってきた死者ではないのかって、あの、バトルビー偶然先生に書いてありましたけど。 しない方がいい。何か神の導きによってしない方がいいのですって言ってるような、な、何か、何が思考の考えがね、神のお告げがひらめいて、こういう態度をとってんじゃないかってことは、ちょっとこの人は思ってるし、メルビレ自体が、まあ、ちょっと私、白芸を読んだことないんですけども、白芸ってほとんど旧約聖書とかの、引用がすごいたくさん入ってるんですね。これもほら、潮の柱って34ページの創世記の言葉とか、えー、あとはね、 呼ぶ記の言葉ですね。呼ぶ記の言葉が最後に引用されてて、えー、99ページか。そう、地の王たちや産牛たちと共にねって亡くなった時にね、呼ぶ記を第3章14節引用したり、かなり旧約聖書、新約聖書の言葉を引用してんですよ。ということは、かなり キリスト教的なテキストのの引用がすごい、そこら中にあって、まあ聖書ってやっぱりその歓喜力のある言葉を使うじゃないですか。あのに、どういう意味なのが信者たちが考えなきゃいけない言葉ですね。で、そう、そういう感性の持ち主だったメルヴィルが、だからこの、 所長もやっぱり経験なクリスチャンなんですよ、どっかね、おそらくね、えー。まあ、ユダヤ・キリスト教的な伝統の中にいて、まあ、もちろん、休みの日は教会や、まあ、休みの日は働いちゃいけないんですけど、なぜか、このね、安息日、新鮮な安息日にバートルビーが事務所でね、なんか、ほぼほとんど裸で <laughs>、急に出てきて、びっくりしたっていう描写がありますけども。あんた日曜日はね、キリスト教の安息日は日曜日ですから、まあ、ユダヤ教は土曜日なんですけども。えー まあ、経験なクリスチャンなんですよね。だから、まあ、な、何が神の使いでこいつが現れたんじゃないかっていうことはどっかで思ってんだけども、しかしてなんだかわからないんですよ、やっぱね。やっぱり臨時愛というか、臨時愛的に何とかしてやんなきゃいけないと。えー、これが、まあ、78ページにもありますよね。あの初期にかかるこれらの面倒事は全て永遠の昔から自分に運命づけられてるということそして全知の神の、 不可な目的、私のようなただの人間が推し量ることのできない目的のためにバートルビーは私に与えられたのだ,ろうだ,ろだと次第に確信するようになってきたっていうんですね。なんか神の使いなのではないかと。神の運命でこの音が現れたんじゃないかってなんかちょっと思ってるんですよで。思ってるからね、そのすぐ追い出すとかできなかったんですよね。ということになってるんですね。 で、バトルビューはでも何の使いだったのかってことですね。<laughs> 何の使いだったのかは、よくわかんないし、彼の圧倒的なその壁に囲まれて、最後も中庭のね、刑務所の高い壁の中に囲まれた中庭で、冷たい衣装枕に死ぬるんですけど、その前から仕切りに、なんかその緑色仕切りでね、半畳ぐらいのところに机をあってがられて、まあ目の前には窓があるけど、隣のビルの壁しか見えないみたいなところで、 ずっと筆行の仕事をしてて、まあ前職も、宛先に不明の手紙の管理、という、何か実現することのない、届けば人間の幸福が実現してた、運命が変わってたかもしれないけど、すべてそれが届かずに、まあそれを先生力って、アガンべンって人は先生力って、実現しなかったなんかその、あの、ポテンシャルですよ。ポテンシャルとして、 終わってしまうと。バートルビーも自分のポテンシャルを発揮することなく、自分でしない方がいいって言って、ポテンシャルを自分で閉じてるんですね。まあそういうのだと、こは何のためにこの男が自分の前に使わされたのかずっと疑問なんですよね。えー、で、それは、この語り手もね、でも、わからなかったんです、最終的に。だからまあ読者の皆さんは後考えてくるっていうことになってるんですね。えー、ということでした。 えー、で、バートルビーの強い意志っては何だったのかな拒否する意志っては何だったのかってことですね。ことを書いていただきました。じゃあ、トトさん、ありがとうございました。コメントをいただきました。あ、おい、元気ボックスさん。情けない話ですが、昔言うことを聞かない部下に対して、いいからやれという言葉をよく使ってました。バートルビーの言葉の逆バージョンでした。まあ、そりゃそうですよね。そりゃそうですよ。もう、 まだいい、いいからやれって言われるうちはまだいいじゃないですか。完全にこいつ使えねえって分かるともう関わらないっていう方向に行きますよね、おそらくね。<laughs> いないものとして無視。<laughs> 私が思ったのはもう、いろいろ構っても良くならないケースがあるとして、早くやめてくれねえかなって思いながら、<laughs> <laughs> 塩対応にするしかないんですね。それをもってパワハラだって言われちゃうかもしれないですけども、自分の業務で手いっぱいなのにね、やる気のない後輩とかいたらもうし、し 困るんですよね、これ。腹立ってくるんですよね。ええー、まあ、でも、多くの場合、そうですよ。いいからやれって話になりますよね。つべこべ言わずに洗ってはえー、なっちゃいますね。ということでした。だけど、アトルビア、業務拒否、していくるということですが、これはどういうことなのかと、いうことですね。ま、あでもこういう、 なんか、まあ、嘘をつく人もいるし、やる気がなくてね、嘘をつく、不適されるケースもありますよね。えー、実際の会社とかでね、まあ、そういうこと書いていただきました。えー、じゃあ、ありがとうございました、トトさん。では、続きまして、メルマガ読者、多い元気ボックスさん。よくわからなかった。どう読んでいいのか、そして、どう感想を書いていいのか、全く理解できない作品だった。 一体この作品でメルヴィルは読者に何を伝えたかったんだろうか。まるまるしない方がいいと思います。拒絶のフレーズがバートルビーの口から次々と、まるでドクター X のダイモン・ミチコのいたしませんばりのメッセージである。最初はダイモン・ミチコのように筆者のプロである自分がそんな誰でもできる仕事はしないという主張なのかと思った。しかしそうではないのようだ。あるタイミングから本来の仕事であるはずの筆者から 死者すら拒絶するようになった。そこに何があったのか。あなたはその理由をご自分でお分かりにならないのですかと、バートルビーは筆者へ投げかける。拒絶の以外のこの言葉、実は、実は非常に重いものがあるように思う。バートルビーは配達不能郵便局の下級職員として働いていたが、突然悲鳴された。そもそも配達不能郵便担当という絶望感の中で働いていた者が、さらに働く場を失い、 絶望の底辺にあったとき見つけた筆者の仕事。おそらく配達不能郵便局での解雇に至る流れの中でバートルビーは生きる意欲、モチベーションを全く失ってしまったのだろう。生ける屍化していたのではないか。そして普通の人間、たらしめる環境に身を置く受けるようにと、一社の事務所で働くことに一度の望みをかけていたというのは極論すぎるだろうか。バートルビーは一社に重宝がられていた。ある意味で可愛がられていた。 それは、それで彼も認識していたと思う。しかし実は心のや闇や思いの他は深かったということなのだろう。拒絶は絶望のサイン。そう考えると拒絶の姿勢も理解できる。それにしても、最後の行き場が警察やり、刑務所、各墓場とは、人生に絶望している人間をさらに絶望の窮地に陥れてしまった。せめてケアサポート担当が間に入ることはできなかったが、そして救護員のような施設につなげることはできなかったが、 ゲームとはひどすぎる。結局、バートルビア墓場に眠ることになってしまった。終わり。ありがとうございました。えー、はい。まあ、デッドレターオフィスにいたときに、絶望したんじゃないかっていうのは、まあ、突然リストラされたんですね。管理者があってね。まあ、これも環境の変化ですよね。ヒカルさんが言ってくれたね。ある日突然、この仕事が合ってたのかもしれないですね。デッドレターオフィスがね。 だけど、急にリストラされちゃって、転職しなきゃいけなかったと。いやそういう時急にリストラされたことが、これ、100ページの後ろから3行目ですね。生まれつき、そして風によっていつも青白く絶望へ向かってしまう男を想像してみてください。まあ、青白い絶望っていうのはこれ言われるんですけども、彼はその、まあ最初にリストラする前から絶望してたのかもしれないですけど、何かに絶望してしまって、 自分の人生に野心とか希望とか失っちゃったんじゃないかと。えー、それが最終的に、もう希望がない人間にできることは拒否しない方がいいんですがっていう拒否ですね。自分を守るために、これ以上絶望に陥らないために人間性を失うような筆行の仕事を自ら拒否して餓死していくと。 いう方向に至ってしまったんじゃないかとも考えられますけども。まあこ、これじゃ生きる屍化してしまうっていうのはね、どっかで人間に怒る可能性ありますよね。だって、まあ、リストラ大きいですよね。ま若いうちにリストラされるならいいですけども、40過ぎてリストラされた場合、確実に次転職して何か専門のね、 大門みち子さんって何ですか米倉涼子さんがやってたんですっけなんかもう天才外科医とかそういうのだったらね、別に他の病院に転職してね。なんかいろんなあの病院渡り歩いて、いっぱい患者殺しちゃってるなんか脳外科の先生がネット上で話題になってますけど、漫画化されてね。<laughs> 専門知識ある。何人をあのあの夜送りにしても、なんか、まあ、転職できるんですね、一応ね、あれね。えー、それは、 怖いですけども、まあそういう資格もなければね、<laughs> あの生きる希望なくなっちゃいますよね。ほんで、まあせっかくついた仕事もブルシッドジョブっていうかやってもやらなくて誰でもできるような仕事だとしたら、生きる意欲モチベーションっていうのは、まあ、なくなって生きる屍化してしまうと。バートルビーっていうのは、まあ急にリストラされてやっぱり、プツンと切れちゃった。 えー、で、それはせっかくあの法律事務所の所長が、優しい雇い主であっても、彼をなんとか、もう彼の絶望を転げ落ちてくるのを止めることはできなくて、ある日、<laughs> 業務を拒否し出すってことですよね。で、これに関してケアサポート担当が入ることはできなかったか。ね、会社に産業医かなんかあってね、相談できるとかあれば、まあ、うつ病ですよね。 うつ,うつ病になるとかってこういうことじゃないですかね。なんか急に精神的におかしくなって業務ができたいとかね。まあ、あるじゃないですか、今。まあ、バートルビーうつ病、うつ病、うつ病ですよね。言ってみればね。今考えると <laughs>。うつ病になっちゃったみたいなね。やりたくありませんっても。でも行くとこないから事務所に住んでたみたいなね。感じですね。えー、<laughs> ということでした。 まあ、現代でも起こり得る <laughs>、まあ。さっきも言った通り。そのことをベルビルは200年前近く前に書いてたということですね。まあ、その辺じゃないですかね。<laughs> っな,なかなか言う、まあ、よく、確かによくわからない。カフカの変身の方がまだわかりやすい。<laughs> ある朝起きたら虫になってた。<laughs> 虫になったら家族が冷たくなって、だんだん冷たくなっていったってね。悲しいですけど。ありがとうございました、おい元気ボックスは えー、ヒカルさんにコメントいただきました。えー、メルヴィルが再評価されたのは死後で、それまでは白ゲーも売れず、税関職員として働いてたんですね。意外でした。アメリカの作家って、ほとんど売れてないですからね、みんなね。フランスはね、文芸の伝統があるんですぐ有名になれるんですよ。サルトルが言ってましたよね。アメリカの <laughs> 作家って全く自国で知られてないから、フランスだったら一作でもね、有名な作品通りはもうすぐパリ中の文豪と仲良くなれるって。 たけどもまあ、あのフォークナーを見つけ出したサルトルですからね。メルヴィル、ベルヴィルはナサニエル・ホーソンと仲良かったんですね。あの、ひもんじを書いた。ひもんじもすごいいい作品なんで、まあ、私一回読書会で、リアル読書会でやりましたけど、またやりたいと思います。まあ、ホーソンと仲良くなったんですね。ベルヴィルね。で全く、白芸もな60秒ぐ, <laughs> ぐらいしか売れなかったんですよ、確か。ニーチェのツラトスラも50分ぐらいしか売れなかったんですけど。 えー、でも、19世紀に帰ってた人は自分の本が50部ロック、60部しか売れなくても帰ってたってい偉いとこがあるんですけどね。今もう生きてるうちに評価されなきゃもうなんか、もうなんか、生きてる意味なしぐらいの絶望感に、ね、なっちゃいますけども、19世紀の人は <laughs>、売れるために帰ってたわけじゃないんで、あれじゃないですかね。やっぱ、すごいですね。死後評価が上がるってそういうことなんですね。<laughs> 税関職員、あれも、あの、放送も、 ナサニエル放送も税関職員です確かね。えー、ということでした。<laughs> じゃあ、ありがとうございました、元気ボックスさん。では、続きまして、<laughs> メルマガ読者、さくらさんです。えー、初期バートルビー感想文。あまりよくわからなかったんですが、バートルビーが勝手に事務所に住み着いて解雇しようにもできないところはホラーのようですごくわかったです。 私だったら絶対引っ越すのになぜ早く引っ越してと思いながら読んでいたので引っ越してくれてほっとしましたこれから何か事件が起こるのではと謎の恐怖を感じましたがそんなこともなくちょっと冷たかったかなと反省しましたでももしできることがあるとすれば病院を紹介してあげるとかぐらいかな今現在なら市役所とかで相談しに行って公的な保護をしてもらうとかかな本当にどうしたらいいのとすごく悩むところだなと思いました 本当はもっとこうしたらあしたらって思っても、私は結局思うだけで何もできないなと思いました。終わり。ありがとうございました。私、あの、思い出したんですけど、柳屋小三次、人間国宝柳屋小三治さんの枕で有名な長谷川さんっていう話があって、さっき、ツイッターでリツイートして、その、駐車場物語って言うんですよ。 これは、古山実証の借りてる駐車場にですね、ホームレスが住み着くんですよ。長谷川さんって人がね <laughs>。で、追い出せなくなっちゃうんですよ。高田の、高田の馬場に住んでたらしいんですけど、まあ有名な話で、なんか。あの、で、よく講座で、の枕で喋ってたんですけども、長谷川さんって人が住み着いちゃって、まあ、師匠はどっか行ってくれって強気に出て言えないんですよ。で、街でも有名なんですよ。駅前うろうろしてて。 <laughs> 警察の人もあいつは悪い奴じゃないからって言われて、なんか勝手に住み着いてね、なんか自分より早く秋の桃とか食べてるわけですよ。ね秋の桃、秋の桃だよ。初物の桃とかね、自分より早く。自分が寄席行く時にビール飲んでね、駐車場にいるらしいんですよ。いや、金にもならねえ寄席に行くのにね、勝手に駐車場に住んでる奴がビール飲んでるって言ってね <laughs>、不愉快になるんですよ。話があって、 <laughs> だから勝手に住みつかれたらどうするんだって問題ですねそのもうなんすぐ警察に突き出すとかそういうことできればいいんだけどもこの人が現れたのは何か自分に神の使いじゃないかと思えば無下にもこの追っ払えないっていうか <laughs> という話があってさっき私30分結構長いんですよ1時間ぐらいある話なんですけど、まあ、30分ぐらい聞いてたんですけどちょっとつ続きを落ちまであるんだかどうか分かってないんですけどまあ あの、この動画の、概要欄にリンクを貼っといたんで、ま、あの、シ、ね、ナに聞いてもらえばと思います。あと、バトルビーの映画もね、ドラマ版があったんで、そのリンクも貼っときました。まあ、それも私見てないんですけどあの、探したらあったんで。でね、これでもありますよ。不法選挙されるっていうかね、昔はあの、今は法律がありましたけども、ヤクザのしのぎで不法選挙ってのあったんですよ。あの、 建物に勝手に住み着いてね、その、追い出せなくなっちゃうんでね。あ、だからほら、家賃を滞納して住むと。あるいはその、戸建ての家、地面はね、あの、借りてて、上、上物だけ建てて、なんかそう、定期借地で三十何年とかでね、で、追い出したくても、追い出せなくてずっと住み着かれるってことが起こって、 ヤクザの場合なんだ、その、家賃滞納でも追い出すことできなかったんですよ。昔はね、法律があって、その、入居して,きて暮らしてる人の権利の方が強いっていうのがあって、今はもう追い出せるようになっちゃったんですけど、不法占拠されて、それとよく <laughs>、家賃も払わずにずっと住んでて困るっていうケースがね、えー、あったんですよ。確か。昭和の時代。なんか、まあ、平成半ばぐらいまで確か。えー、で、不法占拠っていうかね、不法占拠されたら怖いですよね。 法律上今は追い出せるんですけど追い、追い出すっていう法律がなければ、ずっと家賃も払わず、ふてぶてしく暮らしてるやつを苦々しく見ながら、それは大家だったら困るわけですよね。だって他の人が入れば、家賃収入が入ってくるのに、滞納したいも追い出せないっていうね。<laughs> 昨日、長谷川さん、長谷川さんっていう、駐車場物語と同じ話ですけど えー、ということがあったら、もうどうしたらいいのかって問題ですね。えー、これは神が使わした天使ではないかと思って諦めるか、なことできないですけども、なかなかね。どっか公的に保護してもらうように紹介するしかないですよね。えー、ということを思いました、読みながら。えー、じゃあありがとうございました、桜さん。えー、では続きまして、メルマガ読者、エバータルビーさん。 感想文を書かない方がいいと思います。私がバートルビーという珍妙な若者言葉で言えばキモい人物をどう捉えたらよいか考えた際、まず浮かんできたのは断食芸人です。断食したいからするのだと、あれのではなくもう誰も見に来なくなった藁の敷かれた見せ物小屋での檻の中で、40日断食を続けた断食芸人は自分の意思で食べない道を選んでいたような気がするので、無気力、無関心、無感動なバートルビーとはちょっと違うかなと、 考えが暗礁に乗り上げました。感想文が書けないくせに書かない方がいいと思いますなどと、自分に聞かせようとしていたある時、読み返していた本の回以下の部位が、宛先不明郵便物を焼却処分する仕事に就いていたというバートルビーの過去に重なるでは,ではないかと思いました。2をはじめ。人には年齢に応じた悩みや乗り越えるべき課題がある。 大人であれば一緒に仕事をしている同僚 A さんとの対人関係に悩んでますなど具体的な言葉で語ることができるそうすればどう対応すべきか相談に乗ったりして必要に応じてカウンセリングや精神療法を受けることもできるだろうところが子供だと体と心の問題を分けて考えることが難しく悩んでいてもお腹が痛いとしか言わなかったりぐずってばかりの時がある 心理学には発達心理学という分野があって、こうした幼児や児童が成長して心の機能が出来上がるまでの過程を研究する。ところが、この発達の過程は未成年に限ったものではない。注力。発達の段階で個人に特有の活動が生じ、それを各個人なりの方法で注意することが求められ。注力。心理社会的な課題は、達成した場合に得られる性の側面があると同時に、達成できなかった場合における負の側面がある。 両者は並行しており、ある段階で達成が不十分だと、負の発達をもたらして、不安定な精神状態や不適を起こすと考えた。負の発達はその段階で影響を与えるだけでなく、後の課題に対しても影響を与える中略。若年期、二十歳を過ぎ、社会に出始めると、仕事や家庭など自分を取り巻く環境の中で自分の役割を果たしていくようになる。 そのような過程で親密さを持った人間関係や世界との関わりを築くことが課題となり、その課題達成に失敗するところにを深めることになる。自我が安定していれば自我同一性を損なうことなく他者と関わることが可能であるが、勝手に気ままに自己中心的な考えしかできないと長期的な人間関係を作ることが難しくなる。相手の自我も不安定であると依存や共依存などが形成されやすくなり、対等な人間関係が築けなくなる。この時期は、 社会との関わりが重要になってくるので適応障害やそれに伴ううつ状態などが臨床上の問題になることが多い日本行動医学会編集中外医学者行動医学テキスト中尾睦弘行動心理的理解行動の心理的理解行動とライフサイクルの方より引用割、えー、長い分の引用失礼しました勝手な想像ですがバートルビーが親を含めた家族や世界との関わりがうまく持てなかったのかなと想像します ナンバーワンにならなくてもいいもん、うんぬん、特別なうんちゃらと、歌った、疑がり、障害や個性だとか、口言いながら、みんなとは違う、馴染めない、浮いた存在の人が世間の中で教育を受けたり、勤労のお世手を作るなんて、なかなか厳しいと私は感じます。もちろん、それは個人だけでなく、みんなで改善すべき課題と思っています。私たちの住む街のどこかに、老若男女問わず、バトルビーのような人がいるかもしれない、いたらどうしようと、答えが出なくても、 考えることとは大切なななんじゃないかなと思った次第です。感想文を書いてお腹がすいたからジンジャークッキー生姜抜きでも食べようかな以上終わりありがとうございましたまあ断食芸人に近い断食芸人は40日断食をやると40日をピークに人が関心がなくなるんですねだけど意地で続けてたらみんな忘れ去られて檻の中で死んでたとからびて死んでたっていう 話が <laughs> ありましたね。あれ、カフカの話なんですけどあ。なんで40日なのか。あれので、イエス・キリストも40日断食をしたから、宗教的な意味があれば40日の断食をみんな喜んでみるんだけど、40日過ぎると単なる個人の挑戦になってしまってみんな <laughs>、関心がなくなるってことなんじゃないかって、以前読書会でお話しした気がするんですけども。えー、バートルビーの場合は、まあ、リストラですね。リストラされたんですよ、これ。 郵便局をリストラされたときに彼の中で青,青白い絶望が生まれてしまったと。で、適応障害っていうのも、言ってみりゃミドルエイジクラシスっていうかね、40過ぎて30半ばから何か仕事がうまくいかなくなると、えー、出世が止まるとかね、何か環境の変化、えー、世帯主であって、 主,主たる収入を稼いだお父さんが急にリストラにあって、えー、家庭がまあね、なんか家庭での地位を失ったりなんかすると、な不安定、精神的に不安定になりますよね。で、こういうことが、まあ、うつ状態を引き起こすというか、あとは共依存か。<laughs> DV が始まるとか、えー、アルゴロ依存が始まるとか。 家でしょ、蒸発していなくなってしまうとか、まああるでしょう。で、バートルビーの場合は、まあ多分、なんか一回リストラされた問題が、彼はああいう、まあ、転職はしたけども、筆行の仕事に満足したわけじゃないけども、やらない、業務を拒否するって形でしか何いか,か、彼の精神状態を守れるものがなくなってしまったと、いうところまで追い詰められたってことですね。俺は、まあ、 今でも起こり得るってことですね。しかし、この社会の中、まあ、あるいは家庭と仕事、外に出て、賃労働して、生活費を稼ぐってことと、家族と生計をひ一つにして、えー、生きていくってこと以外にい、出口がない場合に、出口がない、はっきり言えば出口のない人生、多くの人が強いられてるわけですよ。 で、その中で、その、精神的に、機能不全になると、まあ、うつ病とか適応障害ってことで出るんでしょうけども、なぜこういう生き方を強いられているのかっていうことが問題になる。これは、信用貨幣が流通して、こう、商取引を中心に社会が形成されていくと、まあ、賃労働者で収入を得ながら、家族を養っていくってことは、 当たり前になりますよね。当たり前になると同時に、人間がすべてそういう形で自己形成せざるを得ないっていう、おしぎせっていうか、がんじがらめになってっちゃうってことですね。がんじがらめになって、それをや,やりこなして一生を終えることができればいいですけど、どっかでもできないってなった場合、どうするんだって問題ある。いない方がいいと思いますとしか言えなくなってしまうところに追い詰められるってことが、もうこの作品には書いてあるんですね。 で家族や世間との関わり合いがうまく持てなかったっていうんですけどもまあそれは確かにバトルビーに家族もいねえし友達もいたかどうかわかんないんですよねでお金だけはちょっと貯めてたんですよねだけどそれ以外の生き方っていうのの選択肢が何もないっていうのはバトルビーだけの問題じゃないじゃないですかという問題が実はあってプルシットジョブは嫌だけどそれを拒否して生きていく 選択肢がじゃあ,あるんですかって言うとないってことですね。ということは、なんだろう。我々の社会における自由っていうのは何なんだって。せめての自由がしない、業務を拒否するってことにしかないっていう状況があるっていう。あるいはね、これ、書いてありますよ、はっきり。ボートが来るんじゃないかって言われるんですよね。前の大家が来たときに、 彼がいるとボートがやってくるんじゃないかと <laughs>。ああいう不満を持った人たくさんいるから、彼が先導してね、みんなで選挙すると、オキュパイ・ウォール・ストリートになっちゃうと。まあ、オキュパイ・ウォール・ストリートの時もバトルビーってことが言われたらしいんですよ、これなんか。外国人が喋ってるのなんか YouTube 上で見ましたけども。結局、不法選挙して、まあ、大員というかね、倒れたままデモ活動して動かねえとか、ウォール・ストリートでみんなで倒れてね。 で我々はバートルビーだとか言ってみたりするってことが起こっちゃうってことですね。で、その、法律事務所を経営してるとかはね、物件管理して不動産収入で生きてる人、こんなバートルビーみたいな人がふらふら現れて、ボート化されたら困るってことなんですよね。で、よく読んでみると、この親さんはボートを呼ぶんじゃないかと。えー、言ってましたね。どうだっけ。<laughs> 86ページ。えー、法律の依頼者、二人達さんも事務所に来ないようになるし、暴動でも起こるんじゃないかと心配してる人もいます。何とかしてもらわないと困ります。暴動でも起こるかもしれない。バートルビーが一人で現れた時はまだいいんですけども、複数人 <laughs>、バートルビー的な人が現れて、動かなくなると、これ厄介。暴れ出したらもっと怖い。 だから、異性者がバトルビーを抑えようとするわけですまあ、そこら辺で、ね、不老者でいられると困るわけですよ。不老者が、まあ、盗みとかだったらまだいいですけど、破壊行為に及ぶ。今、アメリカでね、10万円以下の万引きは捕まえない <laughs> っていうことを <laughs>、いろんな州でや,れやり始めたんですね。10万円ぐらいだったらもう、ウォールマートで盗んでも起訴しないんですよ。もう、警察も来ねえし。だから、あの、前、ま、前は私も雑談で喋りましたけど、もう自転車で来て思いっきり盗んで、 マウンテンバイクで店の中入ってってね、リュックに食料入れてそのまま出てっちゃうやつとか、動画で映ってますよ。でもあれは捕まえてね、裁判にかけて刑務所に入れた方が費用が高いから、もう10万円以下は起訴しないっておかしなことやってるんですよね、今ね。えー、すごい状態になってるんですよ、今アメリカって <laughs>。ね。 そういう国なんですよ。だから、バートルビーみたいな人が次々なられて、ボートンなんじゃないかっていう恐怖感も書いてる。それは、それはこの雇い主も何か反抗してくるって、ま、しない方がいい。受動的な抵抗だったらね、しない方がいいと思いますならまだいいんですけども、何か徒党組んで歯向かってこられると困るわけじゃないですか。別に労働組合とかもあるわけじゃないからね。そういう恐怖も一応書いたんですね。 ええー、ま、ゼネラルストライキっていうかね、ええー、みんな、集団で業務をやんなくなるとか、まあ、バートルビーだって言ってもいいや、一人ストライキですからね、これね。でも、賃上げしてくれっていう要求もないから、落としどころがないんですけど、要求のないストライキ。こういう人間像を書いてるってことですね。ええー、ということになります。 まあ、それは、その、社会に適応できないというか、まあ、リストラされて <laughs>、リストラされてから居座るってもストライクですけども、何かに抵抗して、あの、出来上がっていく社会システムに抵抗する上で、その、なんかまあ、徒党組でね、革命だとかクーデターだとかやるわけでもなく、一人でしない方がいいと思いますっていう、よくわからない受動的な抵抗を始めるってことを、まあ、書いてるんですね。 えー、みんなで抵抗しだしたら、まあ、カニコーみたいなものありますけど、小林滝人のね。人間らしく扱われてないとい要求があるわけですじゃないですか。あの、対空改善してくれって、対空改善を言っているわけじゃないんでね。余計何なんなのかよくわかんなくなってきますよね。ということが書いてあるんだと思います。ということでした。じゃあ、エバタさん。エバタルビーさん、ありが,ありがとうございました。えー、では続きまして、メルマガ読者、ロデニアンさん。 読み上げていきます。<laughs> 初期バートルビー読書感想文。その生涯の最後の一幕を見届けた法律事務所を営む主人公も、その言動に翻弄されつつも、バートルビーの心の中はよくわからなかった。そして、この物語を読んだ私も、小説の最後に書かれた種明かし、過バートルビーは、郵便局でデッドレターズを処分する作業に従事していた、によって、 何か情同情、的、情緒的に揺さぶられるポイントは、または心理分析できるポイントがあると思って読んだのだが、主人公の同じくよくわからなかった。最初腑に落ちなかったのは、主人公がバートルビーを雇い入れるとき、経験や資格について若干尋ねたとあり、そのときバートルビーは郵便局に勤めていたことなどは語ったのだろうか。主人公は人のを見る目がない,かないのではないかと思ったりしたが、 そもそも最初は彼がバートルビーを雇った理由の一つとして他の従業員たちの際立った個性に比してバートルビーの無個性に期待していたのではと思ったこの会社のみならず労働において特に人と関わることの少ない単純反復作業の中で人格というのは不必要である雇う側もそうは見えないように振る舞うが実際 労働者自身も疲労や家庭の悩みに邪魔されるぐらいなら人格を放棄したくなるものだと私は思う。けれど人間は下達できない限り身体と心を分離できない。だから苦しく葛藤する。結局バトルビーのことはよくわからないままなのだが自身の人格を放棄しようとする人間の性質のことを考えると 誰のことも攻撃せずかつ常に主体的にそうしない方が望ましいと言い続けたパートルビーの方が人間らしいと言えるのではないかと最後は思った。もう一つ、壁工房の壁を読んだ時に主人公が狭い洋室のベッドで寝たり、動物園、かっこ自然の動物がいるところには壁で仕切られた動物園は存在しないに行くところを見て当時の最先端の都会文学であると感じた。 今回、メルヴィルの作品もニューヨークウォール街という新しい都会においての人間を描いた物語であると思った。終わり。ありがとうございました。そもそもどういう経緯でバートルビーは雇われたんでしたっけ、これ。冒頭部分に書いてある。<laughs> えー、まあ、業務が、 いっぱい立て込んできて人が人手不足になったんですね。えー、最初はターキーとニッパーズの話が全員と続くんだ。ジンジャーナットの話が。27ページか。その頃のことですが、公平法裁判所主事のし職が与えられたことによって、私の本来の仕事、財産上等専門弁護士、権利証書を取り扱人、そしてあらゆる種類の法律文書、 作成の仕事は一挙に増えました。あこの頃は儲かってたんですね。公平法の改正前で儲かってたんで、仕事が増えたんですねえ。もはや今の初期だけたちは追いつかなくなるほどの量になってしまったのです、既にいる初期たちを借り立てるだけでなく、さらなる人手が必要不可欠となりました。そこで私が出した広告に応じて、一人のおとなしい若い男がある朝、事務所の入り口に立っていました。夏だったので、入り口のドアが開いていたのです。 ああその姿は今でも私の目に浮かびます。青白いほど小ざっぱりして。まあこの青白い絶望っていうのはよくね、3回ぐらい出てくるんですね。絶望して、<laughs> その後絶望してるってことはわかるんですけど。えー、青白いほど小ざっぱりして、哀れなほど礼儀正しく、救い難いほど孤独な姿それがバトルビーだったのです。資格についていくつの言葉を交わした後、私は彼を雇うことにしました。私の執行初期団の中に女にも物静かな男を得ることができて嬉しく思ったことです。 この、きっとこの静かな物腰ならターキーのグローシーシェッシーやニッパーズの激しい気象に良い影響を及ぼすはずだと。ええー、で、まあ一角ですね。プライバシーと共同性を一体化した仕切りの中にバートル,ルビー働くことになるんですね。異常な分量をひ引っ越してくれたってことですね。で、まあ、おとなしくて、他の授業はちょっと癖が強いんですけど、 他の従業員に際立った個性に比して、バートルビアの無個性に期待してたっていうのは、これはでも雇い主側の勝手な期待ですよね。えー、ということです。<laughs> 静かな男ならね、いっぱい仕事して静かだろうと思った。<laughs> まあ見る目があったのかなかったのかっていうと、最終的にはなかったことなんですけど <laughs>、他の従業員がやっぱりなんか午前午後に分かれて、なんか気がたけり狂るんで、こういう人がは必要だと思ったんですよね。 でよからぬ影響あいい影響を覚え出すはずだと思ったら、これね、しない方がいいですっていう言葉が、自分にも伝染し始めるんですよね。そのことの恐怖が、しない方がいいってい言葉に驚くんですけど、自分もその言葉を使ってることに気づくっていうことが、えー、書かれています。これ何ページだったっけ なんかどっかに、どっかにやりましたって、な私線引いたんだけど。どこだったっけだんだん口癖が似てくる。60ページか。どうかしたものが近頃私は何々の方がいいと思うということは厳密に言えば使うのがふさわしくない時でも無意識に使うのが癖になってきました。ということですね。だんだんターキーも同じことは使うんですね。 えー、62ページ、後ろから6行目。あいつはすでに自分自身と初期たちの頭までとは言わないが言葉まで相当程度染め上げてしまったのだからって言ってますね。だんだん、あの、しない方がいいと思いますの口癖が、よからぬ影響ですよ。それは主人である私にまでしない方がいいと思いますっていう強烈なパンチラインが、なんか <laughs>、口をついて出てしまうようになってしまったんですね。 でも人間って本来そういうもんですよね。何かお互いにいればどんなに無個性なやつにでも影響を受けますよ。何か立ち振る舞いとかにおいてね。そんなことなしに、だったらロボット雇いって話になっちゃうんですけども、人間をロボットとして見てんですよ、やっぱりね。これ。労働者を人格として見てないところが、この雇い主にありますよ、確かにね。で、そういうおとなしい人間を雇って、人格を放棄。 してるんじゃないかと。おとなしいからね。何の影響も与えずに働いてくれるんじゃないかと思ったんですよ。でも、実はしない方がいいと思いますって強烈な拒否。強烈っていうか何か <laughs>。なんか積極的な拒否。積極的な拒否って聞いてものは消極的な拒否をし始めて、なんか <laughs>、見たことない拒否の仕方をしてくるんで、で、さらにそれがみんなに伝染し始めるっていうか、厄介なものになっていくってことですね。で、見た目でわからない厄介さがね、 減少化してくると。いうことですね。まあよく考えればね、この社会って人間をどんどん確一化させるわけですよ。まあ私はそれをよく、あの、ファスト化って言ってますけども、みんな無個性でファスト化したね、何かに落とし込んでいく力が、まあ対象、対、対象消費社会ってそうじゃないですか。みんな企画品にしていくっていうか、みんなダイソーでの百均、GU の、 洋服。みんな同じようなライフスタイル。同じような小立て。同じような車に乗って。同じような家族構成。同じような収入で同じようなライフスタイル。で、どんどん確率化していくんですよね。で、この確率化ってのは果てしなく人間をね、どん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 確率化する方向に、じゃこの資本主義のシステムってはどん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 人間を、ある方、方にはめてきますよね。働き方にしても。で、バトルビーは、 そういう一番画一化した人間として雇われたにもかかわらず、そこから逸脱し始めたんですよね、これね。そうしない方が望ましい。そうしない方がいいのですが、って,ってで、都会文学ってある程度やっぱね、人間がこう、同じ都会、あの、都市に住めは、似たような価値観じゃなきゃ暮らせないわけじゃないですか。だって本当に人と、あの、同一、まあ、強制的同一化っていう言葉がありますけども、 えー、ナチスがやったやつですよね。まあ、全体、その後、政治的に強制、あのー、強制的同質化ってことを行うことになるんですけど、まあ、日本では統制経済でね、その国家総動員法とかですよね、配給、配給食を食べるようになると。一律配給で食料が来る、が1週間に卵15個配られてくるとかね、今の社会主義国キューバとかもまだ今それでやってるわけですけども、究極に、あのー、 社会化された私ってことで確一化される。で、バトリーベイは完全にそうなってった、ウォールストリートに確一化された賃労働者だと思われたんですけども、実は本人がそれから逸脱し始めたっていう、本人の中で、それは言われた業務をやらないっていう中で、えー、確化し、確一化を拒むっていう抵抗を始める。人格を放棄して、飛行マシーン、人間コピー機として働くことを、 雇い主からも、はっきりとは言われないけど、そう求められたけども、人間コピー機として学術化したことから逸脱してしまうってことですよ。でも、都市生活っていうのはお、多くの場合、この書いていただいたとり、安倍公房の壁が書いてあるとり、壁、壁の方にね、なんか、労働者が液体化していくっていう話が最後の方にありましたけど、洪水って話ね、洪水になっちゃうんですよ、それで。労,労働者が、 確率化した労働者がみんな液体に変わる気病が起こってね、みんな流れ出しちゃってね。えーあれもまあ確率化のことを書いてるんですね。動物園だって俺に入れて確率化した動物として展示してるんですからね、あれね。パーティションに押し込められた確率化された非公認になったと思ったら、 しない方がいいと思いますという拒否を見せ出して、それは彼の人間、人格を取り戻すささやかな抵抗であったのかもしれないってこと。まあそういうことを、ね、その、常に主体的にそうしないは望ましいと言い続けた、アトルビーの方が人間らしいと言えるのではないかと最後は思ったってことですね。これは確実化を拒んでですね、人格を放棄するのを拒んで、言われた業務をやらないってことで人間性を取り戻そうとしてるっていうふうに、 思われるということですねそういうふうに読んでいただいたんだと思いました。まあ最後のデッドレターズが何を意味するのか。本当は実現すべき何か幸福があったと。指輪が届いて幸せになるとか、金を無視した金が届いて窮地を救われるとか、何かの幸福が潜在的に実現しないままデッドレターオフィスで焼かれて亡くなってしまうと。 人間も何か潜在的な能力があるのに、一度も開花しないまま、まあ、彼、バトルビー自身がデッドレターになっちゃったわけですね。誰かに届いて、花咲くっていうことがない、潜在的な力として、種のまま、朽ちていくっていうか、<laughs> 咲かない方がいいと思います、言い出す。花の種みたいになっちゃって。えー、これがなんかデッドレターと一緒なんですね。届かないまま焼かれてしまうと。届いていたら幸せが実現してたのに。 何が人格を取り戻して花咲けば何がこの人間と人間らしかったのに人間らしさを手放すってことでどうせでも咲いても確一化だから拒否するみたいなね音だっていう <laughs> 音だと読めというのがアカンベンの主張でしたけどね私もそれを読んでああそういう関係があるのかとか思いましたけどえー、あとさえねその 刑務所の中庭が結局、仕切り、パーテーションの中と一緒だってことですよね。なんか緑があるわけですよ。だ緑だ鳥が飛んできて、種を落としてねはし、なんか植物が生えてるって言いましたけど、種のまま咲かないっていうか、そのことの比喩になってるんですよね。えー、これ、98ページですね。 それは永遠のピラミッドの中心部に小鳥が裂け目を通して落とした花の草の種が何か不思議な力によって芽吹いたかのようでした、まあ。死んだところの中にはね、なんか生えてたんですけども。バトルビー自身は何も裂きやしなかった。魚ま,まにこの雇い主の前に送られてきたなんかデッドレターになっちゃった。<laughs> この雇い主に届いたデッドレターになっちゃった。何の意味があったんだかわかんない。焼却されちゃった。宛先に不明。 えー、ということですよ。じゃあ、ありがとうございました、ロデインさん。では、続きまして、メルマガ読者、デュークさん。初期バートルビー読書感想文。私が読んだ翻訳では、I would prefer not to がごめんこをむりましょうと訳されていました。調べてみると、他にはそうしない方がいいと思います。いや、せずに済めばありがたいのですが、などがあるようでした。役によって随分印象が違うなと思いました。 ウッドがつくと丁寧な言い方なのかなと思うので、ごめん、こうむりましょう。だと、きっぱりしすぎている感じがします。これはバートルビーの人となりを表す重要なセリフだと思うので、どんな印象で読,読めばいいのか悩みます。師匠、デッドレター配達不能郵便局というのは知りませんでした。本当に存在するのか、フィクションなのかわかりませんが、 指輪や貨幣や許しの手紙など、それらが届けられていれば、人が救、人を救ったかもしれないと思えば、死者の無念、生者の無念みたいなものを感じて、そこで働く人は精神を病んでしまうのかもしれないけれど、そういった切符ばかりではないだろう。逆に届かずに良かったみ、ね、みたいな手紙だ、内容の手紙だってあるはずだ。ひねくれてる私なら、そう割り切ってドライに仕事を続けたられただろうし、次の仕事に影響することも、 簡満な辞書を選ぶこともないだろうと思いました。ですが、こうなってしまうバートルビーこそ正常なのであって、人間として正しく私みたいなのは人否人なのだろうなと思いました。バートルビーがじっと見つめていた死壁デッドウォールが最後に師匠、そしてバートルビー自身の死と結びついていました。終わり。ありがとうございました。 まあ、宛先人不明郵便局の部署ですよね。これは今の日本郵便にもあるんじゃないですかね。宛先人不明で戻ってきて。あ,あ、でもないか。でも、差出人に返されるとか。この頃は差出人に返されずに、まあ、あれどうなんですかね。宛先人が分かんなくて差出人も分からないってことでデッドレーターになってるのか。どう <laughs> 配達不能だけど、差出人にも返すことのできない。 何か。普通は差し出人に帰ってきますよね。おそらくね。宛先不明ってかなってね。えー、だけどまあ、差し出人も不明だってことですよね。まあそういうのは今もあると思いますけどね。えー、まあ実現しなかったので、バートルビー自身も何を実現したらいいか、リストラされて何を実現したらいいか分かんなくなっちゃったんですね。<laughs> に、でもやれる仕事は人間コピー機しかないの。主体的に何か書くんじゃなくて、なんか人の書いたものを、 写し取るっていう、罰、罰,罰っていうか <laughs>、なんか罰みたいなことやらされてるわけじゃないですか。あ,あの、小学生が罰として何かずっとか漢字の書き取りをやらされるとか、校則をずっと書き取れとか言って、放課後2、3時間ねずっと書き取らされるとか、あの、居残りの罰みたいだって、アガンベンが書いてましたよ。<laughs> まあ、筆行の仕事はなんか、 居残りのなんか、あれみたいですか。小学生が <laughs>、なんかいたずらして居残りで書き取りさせられてるみたいなとこがあります、ね、えー、だけどそれを職業としてるってことの辛さっていうか、まあそれを拒否することでしか人間らしくあれないと思えば、バトルビーこそ正常なのかもしれないですね。えー、で、デッドールですね。 まあ、パーティションの中で壁を見つめてたけど、結局、同じような壁の中に、ピラミッドに閉じ込められた何かになってしまったってことですね。アガンベンはそのピラミッドのことをなんかこの、書いてましたよ。なんか <laughs>、なんで書いてたのちょっと忘れちゃってる。私もよくわかんなかった。なんか、えー、えなんだっけ。なんか書いてました。 運命の宮殿っていうのがあって、ピラミッドの中心があるみたいな。えー、なんかローマの <laughs>、なんだ、シンプラトム主義者が言ってるピラミッドの比喩があって、それを持ち出して、言ってましたけども。<laughs> えー、そのピラミッドの中で王になったみたいなね、最後、地の王たちや三義像ともにねって99ページにある、この呼武器の第三章14節の言葉。何か彼はピラミッドの中に、何がこの世の王様になって死んだんだみたいなね。 刑務所の中でのだれ死んだんですけども。という企業に重ね合わされて書いてありますね。ということでした。何がの支配者かのように書かれてるんですね、まあ。どうやって読み取ればいいのかわかんないんですけど。そういうなんか旧約聖書的な暗示力の強い言葉をところどころ挟み込んで、この平凡なただの 無個性な男を何か別のものであるかのように匂わせて書いてるんですよ。えー、というところがちょっと、やっぱりなんか、関気力があるっていうか、どういうことなんだってね。謎めいてるってこと、どうじゃないですかね。ええー、じゃあ、デュークさんありがとうございました。<laughs> あ、あ、宇宙マインド何々っていうね、宇宙マインド、 というのは、よく英語で使えますよね。あなた、迷惑でなければやってほしいんですけどっていうときね。えー、このウッドは丁寧な。私のバトル、販売してるバトル BT シャツ間違えてクッドって書いてしまったんですけども <laughs>、それも何か無意識のなせる。 あの、あれかと思って、ほ、っといて販売してますけど、本当本当はウッドなんですよ。えー、丁寧な言い方なんですよ、これね。何々じゃないでしょうかって感じですね。えー、だから、て、丁寧に断っていくんですよ。やりたくねえとかいう話じゃないんですよ。やらない方がいいのですがって。せずにすればありがたいんですが。です。これは、なんか、インギンブレーです、ね。<laughs> インギンブレーだけど、 インギンブレイだと自覚しちゃってるわけじゃないから、ね、よくわかんないってことですね、これね。<laughs> じゃあ、デュークさん、ありがとうございました。では、続きまして、メルマガ読者、マコさん。メルビル、初期バートルビー読書感想文。今回もとても興味深く読みましたが、自分の表面的な読書では何もつかめなさそうでしたので、いろいろ調べてみたところ、立ち止まるポイントがいくつもあり考えさせられ、これからも考えることの多そうな作品でした。 最初にあれと思ったのはページをめぐると、ウォール街の物語と副題が現れた音です。作品のタイトルは有名ですが、これまで副題が存在することを知らなかったので気になりました。物語の舞台というだけでなく調べてみると、メルヴィルは先住民に興味を持っていたそうで、オランダ人がニューヨークに入植し、侵入者の攻撃を防ぐために壁を築いたのがウォール街という名前の名称の由来とすると大変興味深いです。 読書の間中ずっと居心地の悪さを感じ胸がザワザワしていました。常々引きこもりや不登校などの事象は社会の歪みが教えてくれる存在だと思って、社会の歪みを教えてくれる存在だと思っているので、バートルビーも同じように社会の狂気を暴いているのではないかと感じたからです。居心地が悪くザワザワするのは時代は違えど自分が相変わらず狂っている社会のシステムの一員であり、 狂気を認識しながらバートルビーのように命をかけて、それを非難する勇気がないからだと思います。また、語り手のうさんくささが気になったので、これも少し調べて改めて読み返してみると、嘘矛盾、自己満足、自己説得、自己弁護、自己欺瞞のオンパーレードに気づきました。やはりこれも自分に跳ね返ってきます。資本主義や良心、事前についても今も考えてますし、作者の他の作品も読みたくなりました。終わり。ありがとうございました。 ウォール街が、もともと、インディアン、ネイティブアメリカンが侵入してこないように作った壁だということでした。<laughs> 聞いたことあるような気がしますよね。そうなんですね。じゃあ、そのウォール街っていうことが目の前の囲まれた壁だっていうこと、バートルビーのね、最後死んだ囲まれた壁もウォールですから、えー ユダヤ人がたくさん、ニューヨークは10億、10が、1十1種。ユダヤ人がいっぱい亡命してきて金融都市になったんですね、ね。って言われてますね。あの、ウィキペディアにもそう書いてあるけど。で、オランダ人が築いた条件に沿った道が、オール街で、ここに取引所が、材木取引の取引所ができて、ニューヨーク証券取引所ができたと。 えー、で、資本家がそこで金融取引を行うようになったってことですね。まあ、その過渡期です。過渡期っていうか、もう大きくなったのが。かなり大きくなってきたとき。もうそういうもう金融取引の街だってことですね。で金融取引の仕事っていうのは、実はまあ、信用貨幣でね、ものをやり取りするとかいうのは、まあ、特に生産性を生んでるわけじゃないんですけども、付加価値が大きいんですよね、なんかね。 自分たちの作った信用貨幣の価値を増幅させていくっていう、俺にはまあ、だってブルシットジョブと言わブルシットジョブ別にジャガイモ作ったりね、人参作ったり、物作ってるわけじゃないんだから、だけどそっちの方が儲かるってことで今もね、金融資本の中心地だと思われてますけどでもその中にそ、のそのシステムの中で,で自ら逸脱していく人間としてバートルビーを書いてるんですよね。まあその先見性っていうのは今もね、 格差社会とかね、濡れてに泡で何億円も儲ける人がいる一方でね、炊き出しに並んでる人がいるみたいな社会の矛盾があるわけじゃないですか。その矛盾ってもうバトルビンにも、まあ、ほのめかされてるっていうか、書いてあるってことですね。で、えー、バトルビン、社会の狂気。まあ、このシステム化した社会の狂気を暴いてるんじゃないかと思って、読んでいただいたと。 まあ、あと言ってる、語り手の方の疑問というのが、自己満足とか、温、まあ、情をかけていろいろやってる割に、何か自己生存かしかしてねえんじゃねえかっていうか、<laughs> いうことは、まあ身につまされたということを書いていただきました。ええー、ということでした。ま <laughs> あ、これね、いろんな読み方できるんで、まあ確かに、あの、ウォール街の物語って副題が結構重要ですよね。 今のウォール街を批判してると言えば、まあ、だから、その、オキパイ、えー、ウォールストリートだからね、運動、ちょノームチョブスキーとかやってる中でバートルビー人形とか掲げて練り歩いたりしてたんでしょうね。確か。ということでした。さあ、まあ、先見性のある作品ですよね、これね、えー。じゃあ、ありがとうございました、マコさん。じゃ続きまして、メルマガ読者主題さん。 初期バートルビー読書感想文。ウォール街に突如として出現した不思議な男バートルビー。多様な解釈ができる本作に関して私はバートルビーを最先端の街ニューヨークで突如あらわになった近代人の剥き出しの性、ゾウエと解釈した。以下、ハンナ・アレントの人間の条件とアガンのほも、避けるお手がかりにその説明を試みたい古代ギリシア哲学では人間存在を生命活動を目的とした個人的な存在であるゾウエと 他者との共存を目的にした集団的な存在であるビオスの2つに分けている。アーレンとは造エが発揮される空間を私的領域、ビオスが発揮される空間を公的領域に分けているが、近代ではこの私的領域と公的領域の境界がなくなり、社会的領域のみが出現したと得。例えば、制度に関わる私的な事柄が生成時という形で公的領域に進出する一方、 事故のプライベートに関わる事柄が他者からの干渉を受けるのがその一例であろう。このアーレントの思想を展開させたのはホモサケルの著書アガンベンである。著者アガンベンである。ホモサケルとは古代ローマ法におけるイケニエにはできないが殺人可能という殺人可能な人間と一見矛盾した継承である。アガンベンは神の方にも人の方にも属さないホモサケルに像へ、剥き出しの生と死の人間存在の本質を見ている。 すなわち、ホップスやルソーらの思想が展開された近代以前では、造営とビオスが一色単にされているが、この麦き出しの性こそ資源的な人間の状態であるのだ。そして、強制収容所や生成時を例に、現代では麦き出しの性が露見する機会が再び増えてきたと述べている。さて、アーレントとアガンベンの を補助線にするならバートルビーの出現はただそこに存在するだけの人すなわち像へむき出しのせいの発露なのである彼は物語の途中で初期としての仕事も放棄するがそれにより語り手や社会的なつながりも切れ共通世界との交流を断たれる一方私的領域に閉じ込もれる彼に対し語り手や読者である私たちはどうにかして彼の正体を理解し暴露しようと試みる ここには自分の殻に閉じこもり、つつましく生きようと試みても、何らかのレッテルを貼られ、一方的に解釈されてしまう現代の生きづらさを見出せる。最終的にバートルビア、セルフネグレクトにより、監獄にて、生存意欲さえも失う。そこには、ただそ、そこに存在するだけの人、造影としての人間の極限を見ることができるだろう。本作の秀逸な点は、ウォール街という最も発展した街に造営を出現させた点にある。 これはゾウエイとビオスが一触体になった近大臣に対する優れたアンチテーズであり、メルビルの洞察にただただ舌を巻くばかりである。終わり。ありがとうございました。えー、人間の条件にゾウエイとビオスの話が書いてある。これ第2章の合的領域と私的領域に確か書いてありました。ちょっとどの部分 <laughs>、どの部分で書いてたかちょっと私、私全部解説してる <laughs> 販売コンテンツ作ってんで、あの、ゾウエイとビオスについてもなんか雑談で、 扱ったことがあるんですけども、どこだっけゾエ、えー、とビオス。まあ、ああの、ビオスっていうのは、集団で生きてる、ま、あ今普通社会化された人間のことですよ。で、ゾエってのき出しの、お、お猿さんみたいな生のせいですねで。現代では、これどうだったっけ 現代では、造営、剥き出しのせいがね、現れてるっていう。まあ、例えば今のパレスチナですよね。今のパレスチナってほら、パレスチナってガザ地区って人間がもう造営にされちゃってるわけじゃないですか。何の支援品も届かなくて、あの、イスラエル、IDF、イスラエル国防軍に、まあ、人質を交換するために、兵糧攻めにあってて、 子供たちがもう1万7000人も亡くなってるんですけど、何の医療も受けられず、学校にも行けず、飛んでくるミサイルに怯えながら、まあ、食べ物がないから奪い合ってる映像とか出てきますよね。あれはもう、ただむき出しのせい普通の市民社会がもうぶっ壊れて、あの、人々があれですよ、食べ物奪い合うみたいなところまでなっちゃう。あれが造営。 どちょっと待ってっとまず私ちょっと <laughs>、どこで、ちょっと私自分で説明したのに、どこだったか、ちょっと自分の資料見ますんで、持ってください。えー、アリストテレスは生命学的な生命。 造営とは共通世界の中の性、ビオスを分けた。人間は自然な円環の中にあり耐久性があり、相対的な永続性のある共通性を作り出し、その中で個人的な性、ビオスを営む。あ、って書いたんですよ。これ人間の条件に書いてあるセリフで、まあ、貼りますか。私が自分で作った <laughs>、資料から。 えー、だからさっき言った、あの、造影っていうのは生物学的に多分もうサ、猿に等しい生き方ですね。ということになります。で、だんだん、おだからバートルビーは造影になっていっちゃうわけですよ。だって人とのつながりがもう人と喋ると交流することを拒否して、ジンジャーナッツしか食わないわけですよ。ジンジャーナッツだけ食って、もう手持ちのシナモもほ、ほとんどないっていうことがわかるわけじゃないですか。 なんか洗面器となんかね、た、汚えタオルと思って、なんかあの、雇い主が見るわけじゃないですか。日曜日行ったらバートルビーがいるから、だからちょっと待ってくださいって言って、その辺、ちょっと 2, 2、3分歩いてってってくださいってっ出てって、で、彼の持ち物を調べたら、必要最小限のなんか身の回りの品物だけあったわけですよ。洗面器とタオルみたいなの <laughs> でもただ、 もう刑務所で最低限人間らしい暮らしをさせられてるみたいなこと、造営ですよね。個人的な性の営みがあるわけじゃないんですよ。なんか友達がいるとか、あのー、なんか他のグループに属してるとかね。まあビールも飲まないし、貯めた金をただジンジャーナッツ買って、性を繋いでるだけで。医療品も最低限しか持ってなくて。あと歯ブラシとかがあるだけだみたいなね。 ええー、ということですね。で、この、最先端の街、ニューヨークで、突如、造営が、剥ぎ出しのせいが、られちゃったな。なぜかというと、彼が職務を拒否すると、あの、街の中で急に、造営が剥ぎ出しにな今ね、ニューヨークってすごいことになってるんですよ。私、あの、トランプを支持する人たちみたいな BS の番組見てたら、 今、テキサスの国境です。メキシコとの間に壁が立ってるじゃないですか。国境警備隊がね、不法移民してきた中南米から来た人たちをバスに乗せてね、みんなニューヨークに送り込んでるんですよで。ニューヨークはそういう人たちを受け入れる法律があるんで、テキサスには置いとい置けないと。共和党の壁作るのに、トランプで言ってたね、メキシコとの間にその不法移民を入ってこないようにする壁を作る。まあ、今のメキシコの 知事がもう本当は不法移民を厳しく排除しようとしてるんですね。なんか川とかにね、なんかこう、あれですよ。なんか浮かべてるんですよ。もう川を泳げないようにして。なんか部位みたいなのがね、呪術繋ぎになって、その呪術繋ぎになった部位の間になんか刃物がついてるんですよ。ノコギリみたいな <laughs> それがもう川の真ん中に置いてあるんですよ。で絶対あの乗り越えられないようにしてあるわけですよ。 で、だそれでもたどり着いた人たちをみんなね、ニューヨークに送り込むわけですよ。で、ニューヨークに不合移民が大量に溢れて、潰れたホテルとかが、その、収容施設になってて、まあ、ルーズベルト、ルーズベルトホテルという有名なホテルがコロナで潰れちゃったんで、そこに大量のその、不合移民がふと2部屋10人とか、10人ってことは、一応人間らしい生活、増営にならないギリギリの感じで、暮らしてて、もうどんどん治安が悪くなってて、ニューヨークに住んでる人はインフレも、 まあ、と,とんでもないインフレとその不合移民が街中溢れかえってるっていう状態で大変なことになってるっていうのを昨日テレビで録画したりと見てたらそういうのやってました。増、まあ、営じゃないですか。不合移民の増営です。剥き出しの。まあ、ただ餌みたいに食料を与えられてね、住居もおよそすぐにふさわしくない過密な状況。まあ、あと路上生活とか。路上生活は増営じゃないですか。もう最低限の。もういうのは 溢れてるってやってました。まあ、それを思い出しましたけども。<laughs> で、個人的な性がなくなっちゃうんですね。あの、他者との集団生活がない、だ誰も友達がいなくて、全くの孤独の中で、生き物として造へのむき出しの性が、造へというむき出しの性が現れてるっていうのは、まあ、あの、取材さんが書いていただいたことですね。えー、で、強制収容所ですね。 その、ナチスのアウシュビッツとかビルケナウとかじゃないむ,けむき出しのせいじゃないですか。まあ、人々が一つのパンをめぐって殴り合うみたいな。自分が生き延びることしか考えてない。まあ、あの、プリモレイビのこれが人間かどうかねフ、フランクルの夜とギリに書かれている状況ですね。人間性を失う状態ですね。えー、これがまた、 人間が動物状態まで落ちてしまうっていうことがぽっかりと現れてくるってことですね。この近代社会の中で。まあ今だとやっぱりそのガザ地区ですよ。ガザ地区はあれは剥き出しのせいですよ。もうあれなんな見てらんないじゃないですか。子供たちが食料奪い合うみたいな。えー、で、飢えてね、もう干からびた状態で、もうなんかたくさん子供が写ってる写真とか見ると心痛くなりますけど。 えー、ああいう剥き出しのせいがあられて。まあ、バートルビーの出現はオール街における剥き出しのせいなんじゃないかってことを書いていただきました。で、共通世界もなくなっちゃってると。人から見る見られるがなくなって、まあ、泣き者にされる。<laughs> まあ、私ね、箱男っていう作品で、年末読書会ね、で、映画も今やってんで見に行ったんですが箱男も剥き出しのせいなんですねあれね。箱をかぶった剥き出しのせい 箱をかぶったアンタッチブルな存在として街中にいるけど亡き者にされてるんですよ <laughs> で。なぜそういうとこに箱に入ってしまったのかってことが書かれてるんですけどね、えー。で、まあ、バートルビーは、まあ、最初にパーテーションですよ、ね、あのだって自分の法律事務所にプライベートと共同性のある場所がいきなり現れるってことですね。で彼の せめて全部社会領域に追いつくされちゃうっていうのは人間の条件で、あの、反断例とか言ってるんですけど人間には私的領域と公的領域があると、私的領域って家ですよ。家のプライベート。家のプライベートなところ。公的領域っていうのは家長が政治をやるために出てく、まあ、ソグラテスがレスバしてたアゴラみたいなとこですね。あと、民会ですね。みんなで自治会ですよ。で、古代ギリシアにはそれしかなかったんですけども、 えー、ローマ時代になって、その地中海で貿易が広がって、小取引ですよ。小取引を中心に、信用貨幣のやり取りで契約社会になって生まれたのが社会的領域だと。これは物の売り替えでできてるんですよ。で、この法律事務所ってのは社会的領域そのものですよ。だって不動産の登記とか、なんかその小取引のための契約書作りとかやってるわけですよ。で、この社,社会的領域によって、すべて、私的領域も失われてるんですよ。この バートルビンの指摘領域って全くないですから。あのパーテーションの中だけですよ。パーテーションの中に勝手に自分のプライベートな空間を作り出したんですよ。これが29ページの、えー、このようにしていわばプライバシーと共同性を一体にしたというわけです。ということで、まあ彼の机が与えられたパーテーションで区切られた部分は、彼の社会的領域の中に加工された指摘領域ですよね。 で、日曜日行ったら、彼がそこに暮らしてるってことを、本当のプライベート空間になってたってことが、を見てびっくりするわけですよ。で、実はもう社会的領域全部追い尽くされていけば、その、ターキーとかニッパーズは一応ビールを飲んだりして、給料でビール飲んだりして、なんか一応友達がいたり、あの、まあ、街で選挙をやってるっていうことも書いてありますよね。 公的領域というか社会的領域で別にのプライベート以外の空間も他の従業員にあるんですけども、だけどバートドルビーはその事務所の一角にプライベートとは思わないプライベート空間を勝手に作って、なんか私的生活を始めちゃったってことですよ。の、私的生活さるや、ビヨ、造営なわけで、剥き出しのせいですよ。刑務所、強制収容所に入れられてる囚人みたいな生活を自発的にしだして、 さらには、労働の対価を得るために、雇用主の言いつけた職務をやらなきゃいけない。それを拒否し始めるってことですね。拒否し始めると、ますます、むき出しのせいっていうか、なんでここにこいついるんだみたいなね。なんか、野良犬が住み着いたみたいな感じになっちゃう。その野良犬が住み着いたってのはむき出しのせいですよね。えこ、ー、れがいきなり、その、高度に発達した社会システムの、それを担ってる法律事務所にいきなり野良犬みたいなのが現れて、 風呂も入らななくて臭いいみたいな俺はなんかいきなりでさらにセルフネグレクトでどんどん痩せてっちゃってで、刑務所に入れたら中庭で死んでたみたいなで書いていただいてる通りそこにただ存在するだけの人を造営としての人間の極限を見ることができるまあそういうものを見せて死んでっちゃったわけですね、えー で、本作の秀逸な点は、ウォルガイという最も発展した街に造エを出現させた点にある。これは造エとビオスが一色体になった、銀大臣に対応するはす優れたアンチテーゼであり、あり、メルビリの洞察にただただ下を巻くばかりである。いきなり剥き出しの性が現れちゃったってことですね。えー、まあ、古参実証の駐車場物語の長谷川さんもいきなり現れた造、<laughs> 駐車場に造影が現れた ホームレスが住み着いて、でかい顔してるっていうね。<laughs> 何も言えなくなっちゃう。<laughs> <laughs> あの、働いた方がいいんじゃねえかって言ったら、それから口聞いてくんないみたいなね。余計なお世話だってことなんですよということでした。じゃあ、主題さんありがとうございました。まあ私ちょっとホモサケルは読んでないんでね。また読んでみたいと思います。ありがとうございます、え。ー はい。では続きまして、玉井さん、メルマガー読者玉井さんです。えー、変なおじさんだから変なおじさん。上記は我々に課された命題であり、そのため何頭の解を与えなくてはなるまい、でか与えた。丸1、ハイデッカー、ー存在と時間における存在論を援用すると、現存在、イコール変なおじさんという事実は、意思とは無関係に、既に今はこうして、このように、 この世界に存在させられている非、同期的な存在者である。二、一方で、幻想自在は、そのような存在者、イコール変なおじさんを存在者として了解して世界に事故を投げ入れている、陶機的な、祈祷的な存在者でもある。三、現存在は、非、非祷的な存在者として存在しながら、存在者としての自己を見出す、非、祈祷的、祈祷、 な構造を持つ4、定規1、3を総合すると、すでに変なおじさんだから今後も変なおじさんと言ってるだけの話であり、すなわちあるべくしてあり、そしてあろうとするといった在り方の宣言である。5、がってこの命題に対する解はハイデッカー的には真となる。というわけで、今回はこうした存在論に基づいて初期バートルビーにおけるバートルビーの存在意義を検討する。この際、本書をナラティブデータとして扱い、この主体である語り手を分析して 行くことで分析することでバートルビーは明らかにする。語り手のあり方、非本来的な事故について。出すマンとはハイデッカーによると、距離を測りがちであること、人並みであろうとする平均性、変坦化、公共性、存在の負担の軽減、迎合といった、日常的に互いにの間にあることの存在性格であるとし、その特徴は総じて退落であるという。本社の語り の性質においても同様近代資本主義及びプロテスタンティズムに埋没し、ターキー、ニッパーズ、バートルビーといった語り手、自身以外に向けた言及評価、これらすべてが出すマンを象徴している。そうした傾向の根本においては、死といった得体の知れない不安を了解していながらも、そこから目をそらすべく、自身ではなく周囲の世界に向かおうとする。つまり、自己を見失っている在り方なのであり、これをハイデカは非本来的と称している。 では、非本来的な事故の対極にあ,りある本来的とはどういうあり方なのか。バートルビーのあり方、本来的な事故について。当たり手にとってのバートルビーは異端であり、そうした現存在に対する興味は尽きないが、バートルビーの世間とのあ,あまりにかけ離れた行動により、当たり手は転居という形で彼の元を去ったものの、バートルビーに気をかけて工面を試みようとする。以上はダスマンの原理に基づく発想に過ぎない。一方のバートルビーは、 語り手及び周囲の施しを拒んだ末に死ぬわけだが、ここで語り手は、ああ、バートルビー、ああ、人間とはと嘆きながら命題を提出しており、そのため何かしらの回を与えなくてはなる前で与えた。1、ハイデカーの存在論を適用。 演用すると、バートルビの死は一般的な死を意味するのではなく、事故の死に向けて先駆ける破綻さ、その決意はが死をもって表されている。なぜ、になぜなら死,の死は現存在の可能性を断つものであり、この可能性を自白することで、大体不可能な固有の事故を求めることになるからである。三、定義、〇一〇二について、バートルビは決して死に急いでいるわけではなく、世間的な8、八、 規範とと事事故を切り離しし本来的事故の実を可能にした存在と言える 4. そのためにバートルビーにとって彼を取り巻く世界の意味はそもそも失われている。5. 一方の語り手は世間的な価値規範によって事故を見,し見失った存在である。6. 語り手は非本来的事故。5語り手と本来的事故。3バートルビーとの二律相反に、ああ人間は、と疑問を持っただけの話である。7。従ってこの命題に対する会はハイデッカー的には、 人間は非本来的事項だけでなく本来的事項の実像が可能になる存在とある。そういったことを考えながら、フワちゃんとヤスコの関係、東出正宏の山奥ハーレム生活、膝だけ女子リリちゃんの近況、そうした事柄に言及しているようなものは、バトルビー変なおじさんに言わせると偽なる存在である。以上、終わり。ありがとうございました。えー、ハイデッカーのことって書いていただきました。ちょっと私も <laughs>、上官ぐらいしか読んでね。<laughs> 熊学芸のジョーカーを昔読んだぐらいでええー、まあ世界内に存在って言うんですよ。世界内に存在して、存在のあり方が確か私がざっくり分かってる中では、大落っていうあり方なんですね。人間というのはこの世界内に存在してんだけど、本当に本来的に存在するなら死を見つめなきゃいけないと。一回起きりの人生、必ず誰もが死ぬわけじゃないですか。 死っていうものに向かい合いながら生きるのは本来的な生き方なんですけども、多くの場合死から目をそらして人並みであるダ、出すマンです。現存在で、まあ出すマンってこれ、だって訳すんだ、これ。えー、死に向き合うことなく没個性に生きる人々。ほんとはダーザイン。 存在してるってことに驚きがなきゃいけないんで、必ず死ぬってことを頭に入れてなきゃいけないんだけど、出すマンっていうのは、日常性に埋没して自分の本来性を忘れてると。で、珍労働者っていうのは人間の一部でしかないわけじゃないですか。珍労働者でよく働くことが人間本来のあり方だっていうのは、これは近代においてはそう思われてるんですよ。なぜかね。学校で働かざるものを食うべからず的なね。 ふらふら失業してふらふら歩いてる人間は社会のクズだと思われるわけですよ。だからなんか賃労働者になれという教育を受けるわけじゃないですか。だけど多くの場合、世界の資本家って働いてないケースが多くて、ただ家賃収入とか不動産収入でふらふら暮らしてる人もいるんだけども、そういう人は格差社会で合わないから、まああったとしても何やってるかわかんないヤクザみたいな感じで扱われるんでしょうけども、ただそこら辺にいて働いてない人は人間のクズだと思われる。 ってるわけで,す、ねで、あのー、でも、賃労働者だけは人間のありがたじゃないんですよ。まあ、それは弟子の離れと言わせれば、労働と仕事と活動が人間の条件だと。賃労働だけやってるのは人間のバランスとしてはおかしいんですよ。仕事もやんなきゃいけない。仕事って耐久性のあるインフラ、なんか街づくりみたいなのやると。えー、みんなのために草刈りするとかね。まあ、無給で、別に賃労働が発生しなくても、その辺の草刈りをするとか、雪かきをするとか。 インフラを維持するために自分の力を投与すると、あるいは財産を投与するというのは仕事ですよね。あるいはまあ芸術絵を描くとか、芸術作品作るとか、建築を作るとかね。あとは活動ですよ。政治活動。広場で日がない人日ソクラテスみたいに喋る。これはあるんですけど、まあ現代の人間はチ労働しかやらないんですよ。でンローが本来的なあり方だと思ってるんですよ。これはでも間違ってるんですよ。 で、まあ、あの、玉井さんが言ってるのは、この語り手は、チンロードだけが人間のあり方だって思ってるってことですよ。これは日常戦に埋没してるダスマンってことですよね。この語り手の、堀内事務所の所長は。オーナーがね。で、バートルビーは、実は、死に向かい合ってると。まあ、自らセルフネグレクトっていうか、まあ、果断にしない方がいいのですって言って、し,しない方がいいのですって言ったら自分の命を縮めることがわかってるけども、 拒否して死に向かい合うご、死に向かい,やいやながら自分の業務を拒否してるわけですよね。これはでも本来のあり方、ダーザインとして存在するっていう、新労働者っていうラベリングで行きたくないから拒否してるわけですよね。これは本来、自分の本来数を取り戻すアピール活動だと考えれば、これは誰にアピールしてるかと、まず雇い手の所長に対してアピールしてるんでしょうけども、 まあこれがその、玉井さん書いてくれた、バートルビーの死は一般的な死を意味するのではなく、事故の死に向けて先駆ける過断さ、その決意を、が死に持って表されていると。自分の本来になり、姿になりたいから、その、ダンインを示すために、バートルビーは、しない方がいいのですって言い始めたってことです。しない方がいいのですっていうのは、日常性に埋没することを拒否して、自分の本来に戻るために、まあ自分の人格っていうか、人格を取り、尊厳を取り戻すために、 日常業務を拒否し出した。いう風にハイデッカの存在と時間で言われてるダーザインということを考えれば、まあ確かにウォールストリートの中にダーザインとして現れてるわけですよ。それは剥き出しのせいとして現れてるのは皮肉なんですけども、あれは人間の生き方じゃないと、この街の生き方だから拒否する、一切拒否するっていう、主導的な抵抗、消極的な抵抗で、 自分の現存在、本来的なあり方を守ろうとして、ウェイジンしたってことですね。ということなのではないかという解釈を書いていただいたんだと思います。えー、だけど、ウォールストリートってのは、異常にその金融資本、信用貨幣によって、人間の序列が決められ、それが全ての基準になって、そこで働くことの意味も何もがもう、人間本来のあり方から離れて、 まあ、し資本とか、信用ガーとか、商取引の回数とか、そういう全く人間の本来性と関係ないものが重要視された価値観であるってことでできてる、いびつな空間だってことですよ。このいびつな空間は世界を失ってると。でも、それが世界だと思って生きてるんですよね、あそこに住んでる人たちが。それは所長も、ニッパーズも、ターキーも、ジンジンナッツもそうだし、街に歩いてる人もそう。 いや、それに対して、これは、本当あの世界じゃないと人間が出現できる空間じゃないと。で、この中で出現するには、すべての業務を、I would prefer not to って言って拒否した上で、飢え死にするしかないんだっていう、逆説を書いてるってことですね。えー、じゃないと非本来的な事故しかいないと、事故を見失ってる事故しかいないってことですね。えー、バートルビーだからば、 バトルビー変なおじさんだから変なおじさん、そうです、私が変なおじさんですっていきなり出現してくると。えーいうのも <laughs> 変だっていうことは日常性から逸脱してるってことですね。まあそれは本来的ではないけども、それは首に首で縄をくくりながらね、なんか、すこの後死に、ま、頭に銃を突きつけながら変なおじさんですってあられたら、 これ危ないですけども。本来性に向かってるかもしれないですけども。まあ、バートルビーの場合は、業務を拒否することで、バートルビーだからバートルビーだっていうこの、あれですよ。あの、全然偽物の世界に本来性を取り戻そうとして現れたってこと。まあ、剥き出しのせいっていうのは現れる現象化するってことですね。現象、現存在が、 目の前に出現するってことは実は難しいんですよ。不気味な形しか出てこないんですよ、本当はね。で、この不気味さの奥に足がある。人間が必ず迎える死っていう本来性があって、人間ってそれを全部ね、自分からの、その、目から、眼差しに入らないように、非本来性に、常に、逃げながら、日常的な毎日ネットサーフィンして YouTube でくだらねえ動画を見たり、 いつまでも X とかインスタとかね、こんなもん見たりして、事故を見失わなきゃね、安心していらんないんですよ。自分の死という不気味なものに向かい合って、本来性に戻ろうなんて生き方は、なかなかできないんですよ。それに対してバートルビーっていう不気味な人間は、そういう不気味なものを自分で先取りして、不気味なものをむき出しのせいとしてギタリやられてしまったってことですね。えー、そうするうことによって、 人間とは非本来的事故だけでなく、本来的事故の持続可能になる存在になるっていう可能性を見せたと。で最後の言葉ああ、人間とはっていうのは、二律背反。非本来的事故。語り手である所長の非本来的な事故と、非本来的な事故を日常的に埋没している人が本当の剥き出しの、あの、幻想剤に触れたことの驚きというして出された関東誌、月の セリフなんじゃないかってことを書いていただいたということでした <laughs> ありがとうございましたあの私ね今サルトルの実存主義とは何かって本を図書館で借りてきて読んだんですよ実存主義っていうのはねもう神がいなくてもまあ実存は本質に詐欺だすってことですよ 今の人間の本質って、賃労働をするのが本質だと思われて、働くあざる者食うべからず、働いてる状態、職人についてる状態が本来のあり方だって、まあこれ嘘なんだ、嘘だってことで、ハイデッカーからすれば嘘だけど、去るところからしても嘘だ。人間の本質はね、なんて誰も言えないんです。定義づけられない。でも存在しちゃってるってことですよ。でも存在してるってことから、死ぬっていう可能性をなくしてね、 まあみんな毛繕いして生きてるわけですよ。テレビ見たり、YouTube 見たりして。なんか日常性に埋没して、ワイドショーを毎日見るとかね。自分と関係ない、安子とフワちゃんの喧嘩とかね。東出さんの再婚の問題とかね。もう自分に全く関係ない、自分の死をそらすだけに喋ってる何かね <laughs>。いただき少女、女子リーちゃんがどうだとかね。喋ってるわけじゃないですか。あれは、まあ 快楽です。日常性に埋没して自分の本来性を失うことですよね。で、アルトルは人間の本質って証明あの定義できない。でも存在しちゃってると。でも存在してるからには責任を持たなきゃいけないって言ってるんですよ。責任を果たす、実像が存在してる以上、何か責任を果たさなきゃいけないと。この責任の果たし方を探すのがその実像主義なんだってことですね。でバトルビーであれば、しない方がいいんですっていう風に言うことが。 バトルビーのあり方って言って責任の放棄からできてるんですよで。実像主義からしてもおかしいんですよ。サルトルからすればサルトルの生き方そのものだと毛沢東主義に帯同してね、フランスにいる毛沢東主義者たちと一緒に晩年ビラとか配ってたわけですよ。<laughs> なんか <laughs>、街頭に出てね、政治活動してた。あとレジスタンスとかね、戦中であれば。イグラナチスドイツの協力でも地下で活動するみたいな。えー、何かその、 自分の本来性を維持した形で世界、日常性に埋没した世界を挑発していくってことですね。それは人間の本来性を取り実存してしまってるってことから直視するためにビラ配ったり、政治的発言して居心地の悪くなるような政治的発言とかするのが、アルトルの実存主義で、これはヒューマニズムだと。人間本来のありがたいに戻るためのヒューマニズムの責任を果たしてるのが実存主義だからヒューマニズムだって言ってるんですよ。 でも、バートルビーは何にも責任果たしてないんだけど、逆に言うと、賃労働者としての業務、職務を放棄して、かといって政治活動するわけじゃないわけですよ。私を排除しようとした不当解雇だって言って、いくらでも政治的に暴れまくって、とっを組んでね、オキパイウォールストリートだって言って練り歩けばいいのに、そんなこともしない。そういう責任も果たしてないんですよ、この人ね。で、消極的になんか、セルフネグレクト断食を始めて、餓死してるんですけども、まあ実、実存、 <laughs> サルトル、サルトルはまあハイデッカーに影響を受けて、まあ、存在の無,無っていう本を書いてね、実存主義について書いてますけども、これはでも、サルトルの実存主義だと責任を果たすってことがあるんですねいや。この世の中挑発して本来のありがとう取り戻そうっていう政治活動をするのは実存主義なんですけども、アートルビンの場合はその積極性が何もない。だから、ポストボタンのね、まあ、サルトルとか、サルトルの実存主義を乗り越えようとした ボストモダンの人たちがバートルビーをデリだとかトゥルズとか、新しい解釈でバートルビーの生き方をなんか説明したがるということなんでしょうね。ということです、ありがとうございました、玉井さん。えー、では私が最後です。えー、バートルビー、現代の悪の伝長としての人間のせい。 バートルビーがいたのは仕切りの中であった。目の前にある窓からは隣のビルの壁しか見えない。この閉塞状況にしか彼という人間の居場所はなかった。彼の勤務する法律事務所が労働の場という意味での社会的領域であるならば、バートルビーのいる仕切りの中は、その社会的領域の中に許されたささやかな私的領域イコールパーソナルスペースであった。 しかし、バートルビーの人生の過程において与えられた暫定的な指摘領域イコール仕切りの中という居場所は、やがて彼に不法占拠されたスペースとして扱われる。彼はある日からしない方がいいのですがという決め台詞で雇い主の業務上の命令を拒否して、自分の居場所である仕切りの中に立てこもり、社会的領域における労働の義務を果たさず、去りとて家にも帰らず、休日もパーソナルスペースである仕切りの中を占拠するのである。 アドルビア雇用契約を取り交わしている雇い主の命令通りに労働している限りにおいて彼の仕切り板の中に世界の中での自分の居場所を確保していた。その労働は他人の書いた法律文書の筆行であり彼は自分のことは持たない非人間的な人間コピー機である。彼がジンジャーナッツを主食,主食としてこの世界のささやかな居場所を不要占拠して生きていかなければならないということは 彼が業務を拒否するまで誰も気がつかなかった。雇い主は孤独な人間であるバートルビーにキリスト教的臨時愛から温情をかけていたが、顧客たちのグレムや世間体から彼を見捨てて、事務所ごと引っ越しせざるを得なくなった。要するに社会的領域は、小取引を円滑に進めるための法体系でがんじがらめになっており、彼の不法選挙も彼のへの温情も許さない。法体系によって正当化された社会的 領域の中の公権力がついに強制執行という形で彼を排除して刑務所に送る。ユダヤ人絶滅収容所での生活を描いたこれが人間観化においてプリーモ・レイビーが絶滅収容所で全てを奪われ、気力を失って死を待つ人々が愛教とイコールムーゼルマンと名付けられたことを指摘し,している。111ページ。 そして、バートルビー偶然戦についてを変えた哲学者アガンベンは、バートルビーをムーゼルバンになぞらえている。25ページ。引用はじめ。彼らこそ溺れる者は海峡とムーゼルバンであり、収容所の中核だ。名もない非人間の塊で次々に更新されるが中身はいつも同じで、ただた、ただ黙々と更新し働く。心の中の聖なるひらめきはもう消えていて、本当に苦しむには心が空っぽすぎる。彼らを聖者と呼ぶのはためられる。 彼らの死を死と呼ぶのもためらわれる。死を理解するにあまりにも疲れ切っていて、死を目の前にしても恐れることがないだろう。顔のない彼らが私の記憶に満ち溢れている。もし現代の悪をすべて一つのイメージに押し込めるとしたら、私は馴染み深いこの姿を選ぶだろう。頭を垂れ、肩をすぼめ、顔にも目にも思考の影さえ読み取れない痩せこけた男。これが人間かプリモレビ113ページ。 竹山広秀役、言い終わり。メルヴィルはし、金融資本の集積地として没効しつつあったオールガにおける一人のムーゼルマンの出現を描いた。資本が蓄積して富が爆発的に増加して、社会的領域に全ての私的領域が侵されていく一方で、その反作用として私的領域を持つことができず義務を果たさないことで社会的領域からも排除されたムーゼルマンことバトルビーは、 絶滅収容所のよ中庭のような場所に追い立てられ、孤独に死んでいく。バートルビーは現代の悪の一つのイメージとしてのムーゼルマンのプロトタイプである。1853年にメルヴィルが発表したのはバ、発表したバートルビーという人間像は、やがて絶滅収容所によってもたらされる、何もかも奪,れ奪い尽くされ死んでや、死んでいく痩せこけた男という現代の悪のイメージの前兆だったのではないか。 唯一の違いはしない方がいいと思いますという受動的な抵抗によってバートルビーがムーゼルマンになったことである。多くのユダヤ人がナチス・ドイツの貢献力による暴力によって選別され排除され、ムーゼルマンまで落とされたが、自由社会の中でバートルビーは自発的な選択によってムーゼルマンになることを選んだということである。しかしムーゼルマンになることを社会から強いられたか自分で選んだかは問題ではない。全てが社会的領域に侵食される現代のエアポケットに 死へと急ぐデッドレターのような人間の性があり得るということである。その後、ユダヤ人という民族がデッドレターのように絶滅収容所に送られ、焼かれたのである。本作品はそういう人間の性に初めてスポットライトを当てたのである。そしてバートルビーのような人間の性は現代の悪の前兆なのである。ああ、バートルビー、ああ、人間の性よ。101ページ終わり。ということでした。えー、私は、 ま、これが人間化のことを思い出したんです。以前、読書会でね、扱ったんですけども、まあ、ムーゼルマンっていう、海峡島と呼ばれる人がいても、生きる望みがなくなって、ただぼーっと立ってて死を待ってる人たちが、アウシュビッツの中にいた。で、まあ、これに似てんじゃないかってアガンベンが、パートルビー偶然性について書いてたんですけども、まあ、その部分を読み返したらですね、まあ、ムーゼルマンのこの、引用したことが書いてあります。いや、もう、思考の影もなくなっちゃうと。 もう、何か救いもない。本当に苦しむには心が空っぽになってしまう。えー、そういう人間になっちゃう。で、それは強制使用時に無理やりね、選別排除されてナチスという貢献力に。まあ、それでもムーゼルマン現れるんですけども、一方、ウォール街の中にもムーゼルマンが現れると、自発的に自分の尊厳を守ろうと。尊厳がもうなくなってんです。何も考えることなくなっちゃった。リストラされたショックでもう真っ白になって。 精神やられた中で、まあ自発的になった、まあ社会、社まあ社会的領域に全部ね、侵食されてしまえばもう私的領域なんかないと。あのパーテーションの中も奪われればもう生きて,生きていく場所がないと。収容所に入れられなくても収容所にいるみたいになっちゃうってことですよ。そういう人間がこの社会的領域の中でヤ、ね、ヤポケットのように出てきて、 デッドレターみたいになっちゃうと。宛先にもいないし、差し出しにも戻ることもない。宛先にも、社会的領域にも行くこともないし、私的領域にも戻れないっていうデッドレターみたいな人間の性があるってことですね。えー、そういうのは現代の悪だって。プリモレビアは現代の悪だって言ってるそういう人間が出てきてしまうことそういう人間の性のあり方が生まれるのは悪の、悪だって言ったけども、バートルビーがもうすでに ナチス絶滅収容所に入れられてそういう状況になる人を先取りしている前兆なんじゃないかと。いうことを書かせていただきました。まあ、それは言い過ぎじゃねえのかって言われい過ぎなんですけど。あの、私は人間の条件の中でね、すべてが社会領域に侵食されることの恐ろしさですね。すべて福祉だって言ってね、人間が生活保護をもらったり、何がね、 介護施設に入れられたり、何がすべて人道のもとに人権擁護のためにやられてるようでありながら、一方で社会的領域によって私的領域がすべてね、潰されてると。子供が虐待されてるから、その児童養護施設に入れるとか、もう本当は私的領域に社会的領域が侵食して、 私的領域は私的承認であのさっきの、ね、造営みたいなむき出しの生活をただや,やってりゃいいのかもしれないでうさぎ小屋みたいなところで行って家族で虐待し合ってたって公権力は、ね、介入しちゃいけないのかもしれないですよ。介給したらすべてが介入してしまえばべてが国家の管理の元である大きな収容所みたいになっていくわけですよで。収容所みたいになって、あの 人権を守るための収容所だと言いながら、その中にいる人は、ムーゼル版になっていくっていうか、すべて剥奪されてね、公式規の中で生きて、筆行だけさせられるような仕事を当てがられて、自発、<laughs> 自発、<laughs> ささやかなパーソナルスペースも持てずに、バートルビーみたいになっちゃうかもしれない。かといってそこから出てくこともできなくなっちゃう。私的領域はもうないしで。本当は公的領域っていうのがあるべきだって話なんですけど、それもまあ失われてると。 法的領域は何かっていうのちょっと、まあ、まあ、ソクラテスがブラブラ歩いてたアゴラみたいなもんですね。働くとかね、仕事をするとかじゃない。ただ、人とレスバシ合いながら、人間の間で人間として、現存在として出現する空間が、今ないんですよ。そんなところ。日本はことさらないですよ。駅前でみんなでデモして集まってね、自由に政治的に発言して、ね、ロンドンのどっかのハイドパークにあるスピーチ、 なんでな、<laughs> スピーチコーナーって何ですよ演説台がね。そんなのもないでしょ。それどういうことかって全部賃労働しかない。社会的領域と賃労働しかなく、まあ、よく考えてみれば絶滅収容所みたいな暮らしをしてんだけども、どう違うのは、まだ自由だと思われてるものが何か娯楽が与えられて、スマホで TikTok とかね、インスタが見れて楽しいとか思いながらも、そんな、自分の本来性と何もない。 パンとサーカスみたいなもので生かされてるなんかになっちゃってるってそういう人間というのは現代の悪そのものなんじゃねえかとか。確実化された人間と。まあそういうことが書かさせていただきました。<laughs> ということでした。ちょっともう2時間以上やってる。じゃあありがとうございました。えー、ちょっと難しい本でしたね、これ、ね。よく考えるとね。<laughs> じゃ 皆さんありがとうございました。えー、初参加のヒカルさんありがとうございました。まあ、この本ね、進めていただいてありがとうございました。まあ、皆さんね、あの、感想文もたくさん出たし、大変盛り上がりました。えー、ありがとうございました。えー、トットさん、5位元気ボックスさん、さくらさん、えばタさん、ロデニャンさん、デュックスさん、マコスさん、シュダイスさん、玉井さん、ありがとうございました。 まあ、ちょっとね、また、あの、雑談ではね、ちょこちょこ、バトルビーの話したんですけども。まあ、本当は、人間にとって必要な法的な領域っては何かっていうのは、まあ、そこらせすだからそれは少年愛っていう若者たちです。12歳から20歳ぐらいまでの若者が集まれて、お互い、理想的な先輩何か恋愛感情を抱きながら何か教わるっていう空間があるのが公的領域の前段階なんじゃないかと、私は、 まあ最近パイドロスね、あの、ペニスに触発されてパイドロスを読んだ時に気づいたディアレクティ系があるってことですね。まあ、バトルビーは全くディアル、対話もないですから、まあ、完全に孤独になっていっちゃうと。でも、こう、で、もう、凡庸、悪の凡庸さってバトルビーみたいなもんですよ。自分の思考がなくなっていっちゃうし、もう本来性から逃避してるし、現存在でもない。ただ出す番だし。まあ、彼の場合は、 チ労働しないって形でそこから逸脱してるけど、どんどんの場合は普通に働いて、日常生に埋没して、それがなんかある日大きな悪を生み出してしまうみたいなね。大体その村上春樹さんの書いてる小説もそういう現代の悪、暴御な悪ですよね。日常生に埋没してる人間はやっぱ、なんかやっぱり罪を犯してんじゃないかみたいなことを書いてますよね。えー、まあそういうことには繋がるんじゃないですかね。と思いました。 えー、じゃあ、来週はお休みですけども、は、20日はトム・ソーヤの冒険です。まあ、テレビアニメで見たことあるって人もいると思います。私も読んだことないんですけども、たまたまブックオフで買ったんで、課題として選んだだけですけども。まあ、本当はハックルベリー・フィンの方がすごいいい、アメリカ文学で必ず読まなきゃいけない <laughs> 名作らしいんですけども、あの、まあ、トム・ソーヤの冒険読んでからね、ハックルベリー・フィンに。 ハックルベルヒは奴隷を逃がすっていう話なんだよね、あれね。奴隷制の中で奴隷を逃がすっていう政治的な行動に出る少年たちの話なんですけども、ま、ともさ僕はまあそうじゃないんで、ざ <laughs> っと読んでもらえば <laughs>、と思います。じゃあ2週間後ということで。えー、まあすぐ読めると思うんでか、内容は簡単だと思います。あ、じゃあパンダさん、トットさんありがとうございました。えー、読書って本当に素晴らしいですね。あ、らさんも拍手ありがとうございます。さよなら。 さよなら。さよなら。おやすみなさい。失礼しまーす。さあ、グッドボタン。チャンネル登録お願いします。